仕方ないだろ。そう、女の子の発言。おはよう。カウントダウンしてほしい。あと5秒まで切れます。嫌なんだけどカウントダウン。あ、ゆきんちゃんありがとう。カウントダウンも嫌だよ。悲しいよカウントダウン。まあまあね、どっちのアカウントもフォロワーが増えればいいね。回して、ただ1アカウントはマジで A 番近いから怖いよマジで。次 A 番、次番になったら A 番ですよみたいなあれが出てるからな。お願いします。おはようございます。バトルお願いします。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。あんな閲覧さんとかでね、来て速攻でバトル して稼げると思うんかね。すごいな。お腹だけじゃありませんよ。どこにでも、どこにでも出しますよ。ね、中だろうが、ね、外だろうが、右だろうが、左だろうが、顔だろうが、お腹だろうが、何でも出しますよ。手のひらだろうが。さっきバンになっちゃった。職業バンだよ、職業バン。ひどくない？俺が言ったわけじゃないのに。あれ綺麗ってこと？汚くないだろ、みんな。みんな男の人ならね、経験することなんだから。女の人もみんな経験することでしょ。汚くないでしょ。君もその一部なんだよ。そこから生まれた一部なんだよ、うん、間違って生まれてきちゃったんだよ、うん、俺のは汚いんだ。バンありえないよね。なんか運営さんと話したいよ。 TikTok の運営さんと少しでも、俺がやっぱり近づいていって運営さんと仲良くなるしかないのかな。それ厳しくないですか。で、街中の女の人が勝手に言ったの厳しくないですかとか、うん、あと職業差別じゃないですかみたいな、うん、ねえ、なんかもっとさ、ねえ、なんかいい、関わりたくない。ナイスさんの話なんてさ、話題にも出ないじゃん。どんだけのバン食らったかわかんない。なんかそういうなんかアンチなことをして人にかまってちゃんって、なんか本当小学生みたい。そう、バンは厳しいね。なんか相手にされたいのかなみたいな。だからあんまりね、こう知らない人と関わりたくないのよ。スザクもそうだし、シンシンもそうだし、ナイスさんもそう。まあ事務所に入った方がバンは解除してくれやすいんじゃない。しかも今年じゃないや、今月とか先月とか1回しかバンになってないね。おーね、いちみるちゃんデートしてくれるのか。俺はいつでもね、こう予定さえ決まればね、いっぱい遊びたい人ばっかだよ。ペカちゃんもそうだしね、いちみるさんもそうだし、なんか予定が決まんないんだもんね。まあいいでしょう、すぐ戻ってきたし。ほんと？やっちょさんのところに行かなかったの、俺の、ほんと？熱がたまたま出たからじゃないの？そんなに俺に一途なの？いちみるちゃん。へぇ。そこまでしてくれるんだったらちょっと、ね、頑張って、なんかね、尽くしたいね。負けずに頑張れるかな。熱か。
勘違いさせんじゃねえよ。ありがとうございます。わかんない、こういう。あ、仕事行ってらっしゃい、頑張ってく、仕事頑張ってください。かといってね、かといってね、こうやってこうやってバトルする人相手も減っていくから、ナイスさんに下克上挑むか、ナイスさんに勝てるか。ありがとうございます。おばあちゃんわかんない、村上さんわかんなくなった。で、喧嘩したってことでもないよ。ただちょっとなんだろう、こう、うん、嫌なことするんだったらいらないかなみたいな、こういらないかなみたいな。勝てる？今つけたばっかだからね、つけ直したばっかだからな。いや、みんな嫌だと思うよ、なんか顔をずっとアップにされるのとか、うざくない？うん、これ待機枠だからね、待機枠。昨日なんて、ゼロワンさんと、エミリーさんが配信つけた瞬間に閲覧1500ぐらいに減ったから。それまで2000ちょっとあったのに、2500ぐらいなのがいきなり1000人減ったからね。ゼロワンさんとエミリさんね、こう配信つけてない時はいいね。ナイスさんが配信やってても全然ね、閲覧減らないんだけど、やっぱり大手がやると減っていくよね。ケンジ君、来てくださいだろって言っとけよ。来てくださいだろって言っとけよ。俺より閲覧もない過疎が、過疎が大手に挑むんだったら敬語使えよって言っとけや。売名させてくださいって言えや。いや別に何もない、いやバトルしたいなんて言ってないよ。なんかピーピー言ってんだったらやってやろうかなみたいな。いや来てくださいって言うんだったら言ってやってもいいけど、うん、言ってねえよ。勘違いすんなって言っとけよ。したくねえよバトルなんて。やそんだけピーピー言ってんならやってやろうかなって言っただけで、したいなんて一言も言ってねえよ。ヘイトバンにならないでしょ。さてやばいね。なんなら俺コラボオフにしてるからね、さっきから海外の人がこうやってポンポン来てるから。優しく言ってね、性格変わってない、言われたら言い返しちゃうだけ。言われっぱなしはね、可愛い子がすごいおじさんと歩いてるショック。あんな可愛い子がおじさんと歩いてるな。金か金なのか、金で人はこう、
こうちょっと。親か親か。金で世界が変わるよな。性格も変わるしな。金が金を稼ぐようになると。こうルイジャンチ湧いてるよ。まあどこにでもねアンちゃんっているわけだし。いいんじゃないか。それで喜べばいいんじゃないか。ナイスさんの閲覧に少しでも協力してくれるんだったら。俺のアンチが。おはようございます。寒い。なんかねそういう閲覧の集め方もあるんだよ。あのやっぱねあの四季さんと絡むと閲覧が増えるってそういうことなんだけど、それで閲覧増やしてもしゃあないよな。相手のアンチが来てさ閲覧増えても嬉しくないよな。なんかねそのきっかけになるのはいいことだと思うけどね。その閲覧が増えてナイスさんはもうそこの場所にいる人じゃないから。まだね全然閲覧がない人だったらその四季さんのアンチが来てこうブーストでさ閲覧伸びてて枠が生き生きしてフォロワーが増えていくのはいいことだと思うけど、ナイスさんに俺のアンチがいたところで何にも嬉しくないだろう。ナイスさんが今からミラーする？やめてください、ナイスさん。あの売名やめてください。わざわざ俺の枠を配信で見てね売名するのやめてください。おはよう。ねミラーなんてね。自枠がねつまらないからやることなくてやる人なんで思いませんか。なんかミラーするのって結局自枠がつまらないからね相手の枠見ながら話すっていうすごいかっこ悪いダサい配信の仕方なんで、やっぱねなんかつまらない配信なんで自分の配信に自信がない人がやることなんで、ミラーなんかダサいことしないでください。俺のねそのミラーしてねちょっと俺の話をしたら閲覧が湧くかなみたいな、うん、売名やめてください。ナイスさんのが売れてるんで、ナイスさんのがね人気あるんでやめてください。まあ結婚したことはすごい英断だと思うけどね。それだけ愛し合ったってことでしょ。二人ともねこうファンが減っちゃうのにそれより愛を選んだってことが俺はすごい素晴らしいことだと思うけどね。ダサくね。奥さんにまで来たミラーしてくんない。ルイージがなんか俺のこと言ってる、気になる。ルイージのミラーしてくんない。ダサくない。相手にしない方がかっこいいっすよ。しょうがないでしょ。こうあっちがね先に言ってきちゃったんだから無視するのって難しいよ、うん、あっちの鳩が先に飛んできたんだから。俺がバンになっただけでなんかこうなんかざまーみたいな感じだったんでしょ、うん、嫁まあでもねナイスさんとヒタンの結婚も結局ゆかりとスザクの方がね盛り上がっちゃったからな。タイミング悪かったね。もうちょっと2人が人気の時にやっとけばさね、もうちょっと閲覧伸びたのかもしんないし宿泊されたのかもしんないけど、別に言ってなかったとしてもいいよ。今は言ってるわけでしょ。ポポポポハートポポ。なんかもうゆかりスザクのカップルの方が熱いもんな今。ハトやめろ。スーパーマーケットさんもそしたらハトやんなきゃいいんだよね。こうやってハトする人もね、お互いどこの枠も見に行く人だから、配信をしてる限り
ハトはしょうがないんだよ。ゆかりは面白い。逆にハトされない人の方がかわいそう。ハトするってことはね、あのナイスさんの枠を見てたってことなんだからね、何やってもハトもされない人なんてかわいそうだよ。逆に今ね、ちょっと俺が配信ね、バンになっただけでナイスさんの枠に行ってなんかね、わちゃわちゃになって、俺が配信つけたらね、ナイスさんこうやって言ってたよって言って話題になるんだから、ハトされるだけまだマシよ。うん、逆にハトされてない人なんてもうそっちに閲覧が流れてもないし、誰も見てないってことだからね。うん、そう、話題になるってことはそれだけこう行ったり来たりしてるってことだから、面白い枠やってんじゃないって。帰ってこないのがかわい悲しいけどね。2600人いたのに500人あっちにとどまっちゃったってこと？それともみんな寝落ちしてたってこと？おしっこ漏れそう。そうなんだよ、ゆかりさんね、抜けてるところがまた味があるよね。しかも嫌味じゃないというか、なんか一緒にいてなんかちょっともしかしたら須坂の方が疲れそう。なんか面白い。ただ歌舞伎町徘徊してるだけなんだけど、計算できてんのかね、あれ。なんか何やってもなんかこう、須坂がお前になんか気に障るんだろうな、今そういう時期なんだろうな、須坂ってピリピリしちゃう時期なんだろうな。まあポージーの口から聞けば、俺の口から説明するのは大変だね。なんて言っていいのかわからん。あ、さっきのね、高いんだもん、さっきのお店。レイちゃん一緒に行くんだったら行ってくれてもいいけど。わーさんに飛んだ？幸せだよ。わーさんに飛ぶ方は幸せだよ。ナイスさんに飛んだ方は外れだよ。わーさんの方がシェアハッピーでしょ。ナイスさんぐちぐち言ってくるから。おしっこ漏れそう、おしっこ漏れそう。9時。あ、わーさんだった、当たりだった、大吉だよ。わーさん行った人大吉だよ。うん、ナイスさん行った人大凶だよ。今日いいことないよ。外れだった。そう、トイレ近いんだよね、寒いから。外れだ、外れ。外れの方が多いからね。大吉。水引いた。おしっこ漏れそう、おしっこ漏れそう。どう殺る。サモハン金峰の切り取り消した方がいい。ポージリスナーも反省してたよ、ごめんなさい。あ、まあ空気読めないんじゃない。なんかさ、なんかそれが面白いと思うんだったら別に面白くていいんだけど、なんか容姿をディスるのって結構子供だよね、やることが。じゃあポージの容姿をディスれって言ったらさ、ディスれるわけじゃん。スザクの容姿をディスれって言ったらディスれるわけじゃん。けどみんな大人だからディスらないわけじゃん。でね、なんかこう誰の部屋でもさ、汚す気になれば汚せるなんだけど、汚せるのって簡単なわけじゃん。ね、人の顔をアップにするとか、なんか俺そういう子供っぽいことやるやつが嫌いなんだよ。
人の顔をアップにするとか、やられたら嫌じゃん、みんな。まあ、たまにやるよ、俺だって。たまにはやるけど、ポージってやりすぎなんだよ。しつこーみたいな。だから、こう、ポージって喧嘩になりやすいじゃん、人と。揉めやすいじゃん。あ、押し込まれそう。あ、ペカありがとう、ペカありがとう。そう。あれはね、ナイシさんも結構自分やられて嫌なのに、ね、ポージとかにそういうことやりまくってたからな。うん。だから、はずきちゃんはね、合うんじゃない？そういうポージの。しつこいっていうか、子供っぽいのに合うんじゃない？多分、俺のリスナーさんは、そういうの俺が分かって、嫌なの分かってるから、だから昨日多分、ポージの枠見てる人少なかったんだよ。あの、野獣馬の人はね、見てた閲覧あんのかもしんないけど、ポージの枠になった瞬間ね、なんか俺の枠の人なんて、あ、昨日の見てなかったって人多かったから、あ、ポージなんかやりすぎてんなと思って、つまんなと思って見てなかったわけでしょ。だから、はずきさんは多分合ってんじゃない？ポージーのその、子供っぽいの可愛いって見れる人なんじゃない？こう。なんか、こう、お互い面白くね、ウィンウィンにね、上げ合うのはいいんだけど、俺のことを落としてね、面白さを取るっていうのは違うじゃん。誰だってこう人のことを落として笑いを取るなんて簡単なんだから、どっちかっていうと上げながらやる方がね、なんでこんなトイレ近いんだろう。最近寒いとなんでトイレ近くなっちゃうの。その原料わかんない。切り抜きが上がってんのか、切り抜きが上がってんのかは知らん。糖尿病かな。うん、そう。分かったならいいよ。うん、なんか落とし合うのは良くないなっていう感じ。落とし合うっていうか、ねえ、そういたずらでやるの。そう、トイレ近いの。うん、ね、このさっきだけ近かったっすね。お茶飲んだからかな。さっきなんか中腕でお茶出たんだよ。八丁さんも近い？お茶飲むと近くないんじゃない？寝忘れたってわけじゃない。なんか、なんだろう。最近しつこかったね。その、なんかサモハン金宝芸が。あの芸が俺面白いと思わなかったからかもしれないんだけど。なんかずっとなんか、中国の国歌かけて、わーちゃーぱぱぱぱー、ちゃぱちゃぱぱぱーみたいな、こう、わーちゃーちゃちゃちゃみたいな。まあ、赤コイン、あ、いろりね、いろり配信、そう、だから11から行くんじゃない？うん、で、まあ、別にね、それくらいで怒ったりとか喧嘩になったりとかしないからいいんだけど、昨日の件だけで言ったらね、そう、昨日の件で言ったら、で、そこからなんかスザクとバトルした時もなんかスザクのこと煽るのはいいんだけど、なんか俺も巻き込み事故食らうみたいな。なんか、ポージも A 型だから相手が傷つくことをちゃんと選んで言える人間なんだろうね。なんか、スザクとゆかりが今ね、ちょっと、
ギフト飛ばなくなってきているのをこう煽るから、スザクもピキってさ、なんか俺まで巻き込み事故食らうじゃん、なんか結構多分スザクもね、キラーあれだよね、多分怒ってると思うけどね。わかんない、別にとウサマンもいじめられてた、前立腺大肥大のあれがある、前立腺怖いね、ちょっとなんか遊んでる人って。スザクはゆかりさんと付き合っていいことあった、まあスザクに一番ギフト投げててくれたのはゆかりだから。でなんか多分ゆかりも多分、あ、ゆかりの子好きじゃないか、ちゃんとスザクも昨日俺がね、なんかちょっとゆかりさんのことディスったらあれだ、怒ってたからね、ちゃんと。まあ、あれはいいことだと思うけどね、こう、ゆかりさんを。そう。ちょっとね、まだスザクは精神的にね、まだ、すぐピキっちゃったり、子供っぽいところあるの。ああ、ね、そう、まあそう。まさしくそうじゃん。付き合う前は閲覧2桁で、ゆかりさんと言ったら閲覧1000ぐらい、ね、あるとき多いんだから、スザクからしたら大成功でしょ。ゆかりさんの方がむしろ損してんじゃないか、その配信的にはね。明日も予約お願いします。いつまでも祝いギフト予約してるんだ、見てないから分からんけど。まあなんかいい感じに落ち着きそうだけどね、なんかカップル配信やってるのもさ、あ、マサさんありがとう、マサありがとうございます、マサありがとうございます。やっちょさんってカップル配信したことないのにアドバイスできなくね。だからね、2人で頑張っていろんなとこ売名して、今そこに結果いったからすごい一番いい雰囲気だと思うけどね。あ、まさありがとう。その配信者が閲覧が増えると態度がでかくなっちゃうっていうのは、あのね、敵も増えるんだよ、やっぱり閲覧が増えると。閲覧が100とか200とかの時だと基本自分のことを好きな人がね、見てる人の比率が多いんだけど、閲覧が1000超えるとね、多分今のゆかりとスザクなんて下手したらアンチと閲覧半々じゃんね。あれスザクがさね、ここ2日3日でサブスクが200人増えたんだ、すごいだろうって自慢してたけどね、ギフトが増えてないでサブスクが増えたって、あれ多分ね、なんか切り取りでバカにしたい人ね、うわーサブスクを見てても、うわあの2人こんなことやってるよって言ってさ、ねえ、それすらスザク分かってないみたいな。アンチが増えてるのにサブスク増えたってことは、お金払ってでもバカにしたいってことだからね。そこがね、あ、そう、サブスク誘導してくるから見るみたいな。なんかサブスクこれから配信するからサブスク限定じゃないと見れないデーゲーをやるから入らざるを得ないんだよ、見たい人は。別にそれがね、二人のアンチじゃないかもしれない、もしかしたらゆかりだけのね、ゆかりさんのファンで、もしかしたらスザクのファンもだけかもしれないし、そう、ゆかりとスザクどっちかは嫌いだけどどっちかが好きみたいな、切り抜きにあげたいとか。だから本当のなんか、それを応援してる人は1人が2人ぐらいいるでしょ、さすがに。全員が1000人中全員が敵じゃないし、逆にああいう風に追い込まれた時にね、2人のことを本当に応援してる人は頑張れって言ってね、もうアンチを黙らすほどのギフトくれる時もあるし、ニタロウ様の時もね、たまに投げてくれる人はいるんじゃない。エミリさんの1人になった時は応援したりとかね、なんか物資で応援する人とかもいるじゃん。
うさまが配信始まったら9時半とか10時になったらうさまんとことつるか、いろりの話聞くか。まあね、サブスク誘導はちょっとせこいやり方だよね。まあ、あの二人に合ってんじゃないか、うん、なんかね、いいところでサブスク誘導するのはなんか正確に合ってるよね、あの二人の。わあ、そういうことするみたいな。まあしょうがないでしょ、物資リスナーよりね、リスナーの意見よりウサマを取ったらそりゃね、さ、そっちを取ったんだからそりゃ減ってもしゃあないでしょ。俺だったらね、普通にサブスクより閲覧取るけどな。今はね、あの閲覧がある時なんてもうすぐ飽きられちゃうんだから、たくさんフォロワーね、サブスクを取るよりフォロワー取りたいけどね。いい、全然いい、他移す必要ない。あのいろりでただうさまが焼いてくれたものを俺らが食って配信してるって、なん、その場面が欲しいよね。本当に付き合ってんじゃない、すごい幸せそうじゃん、お似合いだし。今からコラボして10時から見れないから9時半、せめて9時、つけたばっかだとかわいそうでしょ、ウサマが。バトルもどうせするんだから。いやー、そこは阻止したいね、やっちょさんに。それはダメだよって約束守んなきゃ。俺そういうのが嫌なんだよね、なんか最低限のモラルっていうか、で、なんかウサマがその家を犠牲にしてんだからウサマの枠でやった方がいいと思うし、配慮は必要でしょ。わかんない、最近おとなしくなったのか、最近常にやっちょさんは暴れてるイメージがあるからな。それ言い始めちゃったら、じゃあ配信コラボする必要ないじゃんって思わない？みんなそれぞれ配信したきゃいいよって言ってさ、自枠つき始めんだったらもうコラボする必要ないよね。じゃあそっちはそっちでやってってやって、やっちょさん一人対俺とウサまでこっち映ったらいいじゃんってなるじゃん。それが嫌だからね、一個にまとめたいっつってのに。まあ、あれじゃない、グローブ集めじゃない、グローブ集め。あれ？だよね、だよね。違います、違います。だよね、だよね。だよね。何してんの？うん、してないです、何も。なんかビビってる。うん、すごい怖いです。怖くないっしょ。顔がすごく怖い。全然怖くないっしょ。超怖いです。全然怖くないっしょ。うわぁ。はじめましてじゃない。二度目ましてなんですけど。三度目ましてですね。四度目ましてだ。あ、三度目、あ、三度目ましてだ。配信合わせたら四度目ましてだ。四度目ましてだ、怖い。何してらっしゃるんですか？今から入れ墨消しに行くところ。どこのですか？顔の。へぇー。消えるんですか？消える。あぁ。で、カメラマンごったらカメラマンごと打ち合わせして、今から消しに行くとこだったんだけど、はい、11時じゃないからだから、そこのビル自体が10時じゃないからだからね。はいはいはい。そうで、渋谷なんだけど、それまで暇やなと思って何しよう、はい、タクシー拾って向かおうかなと思ってタクシー待っとったらおった。新宿で何してたんですか？あ、だから 歌舞伎町でこあのカメラマンホストやったので。あ、そうそう、それでそのカメラマンのその打ち合わせ、そうそうそう、女の子と遊んでたんじゃなくて。じゃねえよ。あ、違います。オールだよ、こっち。あ、お疲れ様です。オールだよ、はい、眠てえよ、寝させてくれ。すいません。わあ、怖い、ミキさん。すごい怖い。
で、これ一体壁下で何やってんだって。散歩散歩じゃん。これ赤いのって、これ赤い盾を入れてるってことか。そう。うわ、怖い。焼いてるのかと思っちゃった。怖くねえよ。どんな怖いんだよ。あー、すごく怖いです。すいません、あ、今900円しかないんで。400円で勘弁してもらっていいですか。いやいや、別にそれお金いらないから。すいません、300円しかなかった。てか、なんで逆に300円しかないの。お金なくて。全財産がそれだけ。はい、今日これだけ。大丈夫です。怖いんで、本当怖いんで。いや、本当に怖い。後で絶対統一でしょ。絶対やだ。10日で1割取られる。絶対やだ。闇金だ。闇金に来た。闇金に来た。怖いよ。金貸したら絶対統一だ。返せなくなっちゃう。やだよ。絶対やだよ。怖いよ。統一だよ。あの財布から出た瞬間、あの財布からお金が出た瞬間、統一で取られるよ。怖かった。え、来た。後ろにいる。いないよ。走って逃げたもの。100メートル走ったもの。もう終わり。もう怖くて縮み上がっちゃうよ。本当だよ、怖いって言ったわ。後ろいる？嘘でしょ？トイチ取られる！お金借りたら、お金渡されたら、トイチでお金、借金証返せなくなっちゃう。トイチは辛いよ。闇金だ。闇金に来た。みんな逃げろ。闇金に来た。来るぞ、逃げろ。闇金に来た。お金取られる。あいつは危険だ。財布からお金取ったら、お金もらったらみんな、トイチでお金取られるぞ。一生返せなくないぞ。逃げろ。闇金に来た。怖い。みんな逃げろ。もうちょっと一回やるぞ。怖い。闇金に来が来るぞ。ちょっとどこで休まないと。疲れちゃった。別れちゃった。怖かった。来ないよ。これ今日ズボンだからね。これ白いズボン入ってんだよ。白いズボン入ってるから走りにくいし。これ見て、これ座ると汚れちゃうから、これ座るとお尻汚れちゃうから、あんま座りたくない。ループしたくないよ。お金取られちゃうよ。統一だぞ。統一は高いぞ。1万円もらったら10日で1000円増えていくぞ。20日で2000円。1年合わなかったらいくら増えちゃうのか分かんないよ。半ズボンじゃない。いや、もう汚れちゃう。よし、そろそろウサマンとこ行くか。ウサマンとこ、ニキさんのあれが分かんない。ニキさんのなんか名前変わったでしょ。なんかなんとかにゃんみたいな名前になってなかった、ニキさん。やめてよ、もう走りたくないよ。失礼でしょ、ここまで来てもらったん。俺走って逃げたら顔も戻ってきた。目開いてきた。目やばい、ダメだ。たるみがまた出始めてる。黄色い。まだここのゴルゴ線消したいね。ここさ、このゴルゴ線とかさ、このあの注射でさ、いい色に。りちゃん、いつになるの。1時とか2時。9時でしょ。10時。9時は怖いよ。近づいてきたらみんなニキさんかと思っちゃうよ。今、うさまさん知ってる？うさまさんとか行くか。
あ、3時4時かよ。ちょっと遅い。おはよう、兄弟。宇佐間さん、おはようございます。おはよう、兄弟。聞きました？なんか、やっちょさんと、これ。バンになったって聞いたよ。バンにもなったんですけど、うん、これ、エミ太郎三兄弟でコラボするって話聞きました？なんかね、うん、その絵も送られてきて、なんか俺が一番なんか、かっこ悪く描かれてるよね。はい、そう？かっこよくない？ほんと？宇佐間一番似てるって言われてたよ。なんか、顔が負けてるんだけど、なんか勝負に負けた顔してない？まあ、勝ち誇ってのはやっちょさんだけですね。でしょ、なんかやっちょだけキラキラしながら勝ち誇ってんじゃん、一番てっぺんでさ。うん。なんか俺なんか一番してるし、なんか負けた顔してるよね。まあそうですね。やっぱ長男立てないとやっぱり、仕方ない。ね、いや、聞いてるの、その三兄弟の絵を描いてもらってね、ありがとう。はい。で、なんか、できたらやっぱり宇佐間は多分子供もいるし、俺とやっちょさんのが身軽だから、うんうん、俺らが福岡行った方がいいと思うんですよ。ありがとう。でしょ？で、宇佐間が東京来てっていうのはちょっとえぐい話でしょ？ちょっとね、俺ね、もともとね、ギフトレベルが違うから、格が違うから、そこは。いや、ギフトレベルと関係ないよ。俺らもやっぱ高いよ。だって行って帰ってくるだけで5万かかるからね。宇佐間大丈夫？宇佐間大丈夫？宇佐間もう死にそう。大丈夫？まだ生きて。もっと心配。大丈夫？C 型肝炎映っちゃったの？ C が映ったっぽい。C が出てきた。C が出てきたの？大丈夫？ C が出てきた。で、俺とやっちょさんが行くんだけど、うん、でも、やっぱり、行くまでにやっちょさんって絶対さ、それまでは配信ぶん回すから美味しいと思うよ。うんうん、俺すら枠譲ってもらえなくて、まあ、朝だけやっちょさんが寝てるとき、俺ね、朝とか夜とかやっちょさんがやってないところをこう隠れてやれたらいいなぐらいに思ってて、で、宇佐間からしたらさ、せっかく来たのに、うまみもないし、いたずらされるの怖いでしょ？どうだよ。そう、だから、宇佐間の家では宇佐間しか配信やらないのが一番いいなと思うんだよね。宇佐間の、まあね、うん、ウサマの枠で、ウサマがつけた枠で3人で映って配信するのがイロリの前で、その代わりイロリ配信をさせてほしいね。イロリはね、だからね、イロリの店を見つけたよ。やだやだ、絶対ウサマの家であのウサマがね、焼いてくれたウサマのイロリ料理を食べたい。俺とヤチさんは11日でしょ、すげえ片付けないといけないじゃん。もう赤ちゃんサークルでいっぱいあるんだよ、本当に。大丈夫。俺とやっちょさん、宇佐間の家では絶対配信しないように近寄ったって。しかもさ、まださ、エミちゃんのさ、ナイトウェアというかアンダーウェアとかいっぱいなんか転がってんだよ。それは片した方がいいんじゃない？それだけは。まあね、そうだからね。なんかまあ、手つけられないの。俺がなんか今ね、心ボロボロでさ、うん、自分のこと何もできないの、今だ。うん。復活しないから。ね、まあまあそんなの、まあまあだからいろりじゃなくて、ここどう、ここいいよ、最高。いろりだけ、いろりだけの部屋しか見ないから俺たち。そこのルートだけ勝たせてくれればいいから、いろりと宇佐間の部屋の玄関からの。ここもね、いつも俺たちがいつもご飯食べてた場所なの、うん、こんなところ、ちょっと見えないと思うけどね。配信しにくいよ、いろりがいいよ、いろりが。三兄弟でいろりで配信しようよ。楽しいと思う。俺も正直ね、自分のリスクさえ考えなければすげえ楽しいんだけど、リスクが でかすぎる。じゃ嫌でしょ、だってやっちょさんち行くの。俺はやっちょさんち中野だから近いから嫌だけど、うん、今のうさまが旬だからあれだよ。もし1ヶ月後とか2ヶ月後にエミリさんがキタピとかね、違う人と付き合ってそっちにブーム来たら配信ね、なんかもったいない、できな、旬が終わっちゃうから、今がサンマなのよ、ウサマが。ウサマキャベツよ、今。ウサマキャベツ。わかる。今が美味しいの。だから、賞味期限があるからね。俺何回も分かる。賞味期限がある。そうそうそう。今がキャベツよ、ウサマ。
大丈夫、俺の賞味期限そんな短くねえから、ふざけないで。ふざけないで。いや違う、ここでウサマが爪痕残したり面白かったらずっと続くと思うけど、今ウサマポット出だから落ち込んでっちゃうよ、また。わかった。だから、それ考えるから。考える、前向きに。あのね、やばい。考えてる暇ないよ、ウサマ。だって、俺とやっちゃさん、もうあと2日後ぐらいには出発しちゃうんだから。わかった。だから松本ひろし形式で行くわ。ちょっとその時は、みんなから携帯回収して預かる。うん、それでいいと思う。で、あれ、コラボに上がって、やばすぎるから。と、小窓に上がって、俺とやっちゃさんの携帯没収すればいいんじゃない？やばすぎるからもうね、もうちょっともし。だからやべえから、没収。信じて。やっちゃうからね。わかるでしょ？俺は信用できるでしょ？やっちゃさんはさ、悪乗りするけど、約束は俺は守るよ。ね、やべえやつだな、うん、そもそもだよ、そもそもやっちょさんに任せたら多分配信すらうさまに譲らないよ、俺の枠でやらせてよって言ってでしょ、俺はうさまのためね、うさまにもせっかくなんだからね、場所借りるんだから三兄弟配信でね、一番ね美味しいところうさまにあげたいなと俺は思ってるから。いやね、分かったルイージ、分かった。でね、ちょっとね、どうもね、そちらに、今日、俺にね、みんなが味方してくれるのかね、ちょっとバトルでちょっと、みんなのなんか熱意ちょっと確かめたい。どんだけ俺に邪魔してくるのか、みんなが。それは飛ばないよ。それを確かめたい。だって、やっちょさんだって、ずっとね、TikTok に来て飛ばなくて、稼げなくて時期もあったんだし、俺だってそうだよ。最初の方全然飛ばなかったんだし、苦労してやっと、最近ね、あ、なぎしさん、ね、増えてきたかなとか、やっとなんだから、うさまなんてまださ、TikTok に来て間もないでしょ、うん。うん。これからだよ。分かったよ。でもそれやめとくわ、うん。それやめといて。でもバトルはやろ。バトルしないとね。あ、うん、俺がやめると、おい。違う。福岡に行こう。味締めてます、この人は。俺に圧勝できると思って味締めてます。違うよ。これでいいの？違うよ。一人だけ勝ってウハウハしていいの？いやいや違うよ。だって俺ら福岡も行くお金、うさまのために行くんだよ、俺とやっちゃさんはさ。みんなちょっと、たまには応援して、なんかひっくり返したら面白いじゃん。タップお願いします、タップお願いします。逆に一回作ったら面白いじゃん。ありえない奇跡が起きても面白いじゃん。タップお願いします。うさま、いろりさ、おいしいの用意してくれんの？なんか高いの？いくらぐらいかかるの？料理代払った方がいい？うん、料理代もらう。うん。いくらぐらい？うん。何出してくれるの？いくらぐらい？まあ、良心的にするから心配しないで。怖いね。まあ、いや俺らの気持ちでいい？あ、美味しかったら1万円払うけど、美味しくなかったら3000円とか。やだよ。なんかふざけんな。それ絶対、なんかエンタメだとか言って100円とか置いてくるのやだよ。ちゃんと払うよ。俺、ちゃんと美味しかったら美味しいって言うから。いや、5万は高いじゃん、5万取るよ。そんなことは言わないけど、リスク強すぎて、俺リスクばっか取りきてんじゃん、いつも。今日もこれ。どうせ。だって俺とやってさんは5万かけてそっち行くんだからね。この間俺とバトルして、もうなんか10万超えてたじゃん。俺覚えてるんだ。そんなに、あれだよ、実際は3割だから。10万超えてるじゃん、3割とか。もう15万ぐらい行ってたからね。うん。いや、そんなわけないよ。タップお願いします。10万超えてたら俺、だって、ねえ、あれだもん、覚えてるもん。うわ、今日うわうわって。え、あれでもうわうわって覚えてたんでしょ？日常であんなの。ちょっとお願いします。ね、ちょっとお願いします。今日は面白い展開作ってください。タップお願いします、うん、タップ。お願いします。タップ、少ないよ、タップ。2500人いるんだから。タップ少ないよ、タップお願いします。186とかもう外国人と戦ってるレベルだよ、俺なんて。うん。なんでだろうね。まあ、これからだよ。ね、トイチの人が来た。うわあ、闇金に来た。お金が、うわあ、お金取られちゃう。バトルタップありがとうございます。闇金に来た。すみません。バトルじゃすみません。ちょっとタップお願いします。集中お願いします。今逃げれない。油断してるんで、油断してる時にポンと来たなんか面白いじゃないですか。いや、大丈夫です、そんな。一回始まりました、お願いします。達成させてください。大丈夫です。お母さんにはお金は絶対誰にももらっちゃいけないと思います。
困ってたらお願いします。18人です。18人さんお願いします。可愛がっていただければそれでも怖い人。お願いします、お願いします。バラお願いします、バラお願いします、バラお願いします。今日のルイージさんに勝たせてください。3分終わったら行きますんで、こっちからすいません。もう反省したんで、俺今までずっとなんか配信スタイルちょこちょこ変えていってるんで、お願いします。タップお願いします。バラいいよ、バラいいよ、バラもういいから。3倍になってる時、3倍始まったらお願いします。今60秒です。みんなちゃんありがとう。よかったら応援お願いします。おんちゃんありがとう。ありがとう。あ、ひめちゃん、ひめさみさんありがとう。ゆみちゃんもありがとう、あみちゃんもありがとう。きなちゃんがいないとやっていけない、きなちゃんありがとう。ちょっとね、ラッキーさんもありがとう、ともちゃんもありがとう。あー、マスさん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 、ありがとう。ゆみありがとう。けさめと、みやすき、あ、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ありがとう。ゆきちゃん、ありがとう。ふっくがいないとやっていけない。ふっくがいないとやっていけない。もこ、もこ、ありがとう。もこがいないとやっていけない。もこ、ここさん、ここさん。ここが出てきた、ありがとう。ここさん、ありがとう。言えてない、言えてない。ちょっとみんなに言わなきゃ。プリマナちゃんありがとう。赤さんありがとう。おんちゃんありがとう。ちひろちゃんありがとう。ひろさんありがとう。ちょっとごめんなさい。あみるさんありがとう。みんなちゃんもね。まほちゃんも言いやすく。もうありがとうね。ちょっともう言えてない。ありがとう。心ちゃん。心ちゃんがいてて、心ちゃんありがとう、心ちゃんありがとう、みんなありがとう。みゆありがとう、みゆがいないと。みゆさんありがとうございます。みゆさんありがとうございます。ちーきんさんありがとうございます。じゅりさんありがとうございます。ペッパに絶対尽くす。あ、ゆきさんもありがとう。すんごい頑張って。お花さんもありがとうございます。さりちゃんありがとう、にゃおす。まりもちゃんもありがとうございます。プリナママありがとう。まこちゃんありがとう。ありがとうございます。みんなで。またね、みゆちゃんありがとうございます。ありがとう。ぴーさんありがとうございます。ジャンプありがとう。みんなありがとう。たくさんありがとう。ありがとうございます。あ、きなきな、あれもスキャビラさん、きながいないでやってきな、ありがとう。あ、ルイージさんが、ペガサスさんありがとう。わざわざこっち来てくれてありがとう。ワンちゃんも、フミキチさんもありがとう。ユミさんもありがとうございます。ありがとうね、本当ありがとう。勝てたんじゃないか、勝てたんじゃないか。ありがとう。向こうから来てくれてありがとうございます。ラスト10秒、よかったら最後お願いします。よかったら最後も8秒、7秒、8秒。マリモちゃんありがとうございます。最後までありがとう、マリモちゃん。最後までありがとう。プリナーさんもありがとうございます。アビちゃんもありがとうございます。ジャンプありがとう。みんなありがとう。みんなありがとう。フッカありがとう。フッカありがとう。ナムちゃんありがとう。いや、様、ミュートで読もう。ミュートで。応援してくれてありがとうございます。これはね、ありがとうございます。次はね、ちゃんとミュートでお礼させてください。さっき言えなくて。ありがとう、みんなありがとう。ふうかありがとう、ふうかありがとう、ふうか MVP、ふうかがいないとやっていけない、ありがとう。ゆきんちゃんありがとう、いつもゆきんちゃんありがとう。心さんありがとう、いつもありがとう。ペカありがとう、ペカいつもありがとう。ぐじさんありがとう、ぷのぱありがとう、もこさんありがとう、はなさん、まささん、ちろりさん、みんなありがとう、みんな行きたい。ランクの方もありがとう、ランキング内の方もありがとう、みんなありがとう。みゆちゃんありがとうございます。みゆちゃん、ふたりもありがとう。ウサマのリスナーもウサマもみゆちゃんと女の人のウサマ一回また来るね。みゆちゃんウサマみんなまた来るね。すいません、すいません、来てくれてありがとうございました。バトルちゃん、すいません、またご挨拶させてください。マジいらん、本当にいらん。あ、大丈夫です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 。いい、怖いんだよ。来ましたよ、来ました、来ましたよ、来ましたよ。ちょっと待って、それ魅力にいいか。すいません、どうぞ、丁寧に送り上げて送ってください。怖い人なんです、すいません。怖くねえよ。ありがとうございます。ウサマジ一緒に、ま、マジご飯だよ、マジ言ってね。わかりました、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ニッキさん、ありがとうございます。気をつけて、俺も政治だったから。わかりました、ありがとうございます、ニッキさん。落ち着いて、渋谷まで。はい、じゃあ僕、代々木まで。あ、嘘です、すいません、大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です、歩いて帰ります。すいません、ありがとうございます。ニッキだー、うわー、闇金ニッキだー。統一でお金取られる闇金ニッキだー。怖かったー。うわー、後ろから追いかけてくる、タクシーで追いかけてくるよ、闇金ニッキだー。うわー、うわー、お金取られちゃう、統一だー。一回借りたら10日で1割取る、闇金ニッキだー。うわー、お金がいつから取っても足らないよ。うわー、闇金ニッキだー。闇金に気が来るぞ、いつから経っても足らないよ。闇金に来た、闇金に気が来るぞ、みんな逃げろ、お金取られちゃうぞ、闇金に来た、みんな逃げろ。わすっきりした、すっきりした、すっきりした、ストレス発散になれ、すっきり、
やみ筋肉すごいスッキリする。ストレスだ。またかけてくれ。はい。ストレスか。ストレス発散になるこれ。めっちゃ心配してくれてた。でもすんごい迷惑。怖いんだもんだって。すんごいスッキリする。あぐさまにね。あぐさま。大丈夫？怖い？来ない？ニキさん優しいんだ。ごめんね。あ、心配してくれ。優しいじゃん。あ、やばい。ウサマの、ウサマ分かんなくなっちゃった。ウサマ。ウサマごめんねって言わないと。ウサマ。あ、やばい。招待オフになってる。ウサマが。ウサマが招待オフになってる。ウサマにじゃあごめんねって言って後で行こっか。ニキさんって本当に優しい人なの？顔面ニキさん。本当ちょっと待って。走るの気持ちよかった。あ、ダメだ、わかんないわ。ウサマに後で、ウサマに言っといて、もう一回話したいって。ニキさんいたから、ニキさんに媚び打っちゃった。はじめまして。はじめまして。こんにちは。髪の毛サラサラ、帽子かわいい。一緒、髪の毛めっちゃサラサラです。かわいい。二度と来るな。よし、ウサマごめん。ウサマのまた切っちゃった。ウサマからコラボ来たのに切っちゃった。もう一回お願いって。もう一回ウサマさんお願いって。もう一回ウサマさんにもう一回いいってお願いって。ごめんって切っちゃった。間違えて変な人からコラボ来たから切っちゃった。ウサマお願いもう一回って。ウサマごめんねって。いやだから俺もあれだよ、ニキさんせっかく来てくれたからあれだよ、あのニキさんにあの話すために切ったんだよ、ウサマとのコラボ。落ち着いてる。もう一回ウサマ来て。ウサマ、ウサマもう一回。昨日明日の話しない、今度の話しない。どうした？テンション上がっちゃった。ニキさん意外と面白くて。にポージーとニキさんってなんか仲悪いんだよね。なんか苦手って言ってたよね。ウサマどうやって探そう。ウサマ、ウサマ、ウサマ、ダメだ。ウサマが出てない、来んないよ。正体オンにしたって。ウサマ、俺ウサマのことフォローしてるのに出てこないんだよね、フォローにも。ライブ対衆うまさ。出てこない。ウサマうまさ招待してる。出てこない。バグかな。さっき出てきたんだけどね、出てこなくなっちゃった。ウサマもう一回。あ、すいません。なんかさっきちょっと顔面ニキさんって人がなんかと近く来てくれたんで、ちょっと。あ、愛って、愛って、愛って書いてる人？愛って書いてる人？なんか、お金ないなら困ってならやろうかって言ってきたんで、ちょっと挨拶しちゃって、すいません、切っちゃってです。いや、いいよ、いいよ。じゃあ11日大丈夫ですか？大丈夫だけど、あれで交通費稼げたの、さっきので。いや、稼げないですけど。うん、足りる？けど、いやいや、大丈夫ですけど。バトル大丈夫ですけど、あんまり俺と八千さんからボラないでね。5万円かけていくんだから。で、ウサマの枠でさ、一つにまとめるから、その時稼ごう。ギフトで3人の枠一緒にしたらね、まあ2、3000人ぐらい閲覧上るから勝てるで。どの人でもバトル。ウサマの嫌いな人なんかバトルして倒してこうぜ。それで嫌いな人なんていないよ俺。うん、素晴らしい人間性。俺嫌いな人ばっかりだから。嘘でしょ。いっぱい嫌いだから。最近ポージーとウサマぐらいしか男の人バトルやってないんじゃない。男の人は。あ、俺とやった方がいいよ。俺とやったら、うん、朝からの間 すげえホクホクだったでしょ。本当のこと言って。いや美味しかったでしょ俺とやると。俺別にアンチ多いから。そんなね、ウサマとやるからってギフトの量変わんないよ。そんな、あ、昨日ゼロワンさんとしたから
すげえ稼いだか。ゼロワンさん、すごい稼いだね。あ、あっちの事務所入っちゃうの？いや、全然仲良くないですもん。別にゼロワンさんも好きじゃないけど、まあたまたまね、大手だし名前出してくれたからバトルしただけで全然。マジか。マジか。俺、ヤッチョとかルイージュとか、なんかそこら辺がもう、やったら俺入っちゃおうかなとか思ってんだけどね。あ、事務所？うん。四季さんのところがいいと思うよ。同じ九州勢だし。おこぼれもらえるよ。ね、俺の店バカにして謝ってないから、無理なんだよ。そこはね、うん。うん、もう、職人のことをバカにされたらやっぱりプライドは許せないよね。気持ちはわかる。エミだって俺のご飯のことは一切どんなに喧嘩してもそこは触れなかったわけよね。うん。だからまあでも それは美味しかったんじゃない、本当に。エミリさんがバカにしないってことは、エミリさんって全てをバカにする人間だから、エミリさんが料理をバカにしないってことは本当に美味しいんだと思うよ。だから俺そこには感謝してるし、いや、感謝っていうか、それは自信を持った方がいいよ。うん。うん。本当にエミリさんって人の揚げやってる人だから、本当にちょこっとでも美味しくなかったら、エミリさんは間違いなく言うと思うよ。しかもさ、事務所の子たちと一緒にご飯食べてきたとか言われたくないんだよ。なんか、俺、年上だから、事務所の子とか言われて嫌じゃん。うん。でも、まあね、その、配信で食っていきたいとか、やっぱり、仕事としてやるんだったら、事務所入った方が得だなと思うんだったら、四季さんが一番いいと思うけどね。まあ俺は事務所入れてないからあれだけど、なんとも言えないです。やっちょさんも俺も入ってない人だからね。だよね。まあ、でもさ、俺もちょっとその今考えてて、5割になるんだったらでかいよね、ギフトが。全然違う。全然違う。ね、3割バックと5割だったらさ、もう倍ぐらい違うもんね。それは入りたいよね。消費税が 2% とか上がっただけで大騒ぎしてんだよ。うん。ねえ、うん。それは俺も早めに入っといた方が得だったんだろうなって思いますよ、今。今からでも遅くないよね、マジでね。どこ入るか一緒に考えなきゃね。四季さんのところ相談してみればいいのに、嫌なの、そんな。そこはもう永遠に無理。そこはもう、なんか今後、無理でしょ。あの、一緒仕事していく上で、俺の仕事のやってる店を足引っ張るんだから、これできるわけねえじゃん。まあね、なんか、四季さんにもなんか、ね、何も言わずに悪口言う人っていないから、なんか、あったんじゃない？うさまにも、なんかその、四季さんに嫌な気持ちにさせる。そうなのかな？じゃあ、俺が悪いね。うん、そしたら。まあ、とりあえずあの、12日とかには行くんで、11日にこっち出始めて、12の夜に行けたらいいなと思ってるんで。はいはい。12の夜に出るの？ 11 の夜に、あ、11の朝から多分ね、なんか大阪とか、ちょっとポツポツ寄りながら、うさまの家の方向かっていくんで、多分12の夜に着く予定だと思うんですよね、俺の予定だと。俺ね、あのね、ちょっとね、実はね、あの、知ってるかどうか知んないけど、ちょっと警察に呼ばれてる時があってね。はいはい。あの、なんやらかんやらね、まだ未解決のことを、あの、3月ぐらい揉めた時に警察にお願いしてたことがあるのよ。はいはいはい。で、警察も3月の段階で動き始めてて、で、そのことについてずっとなんか調べとかなんかいろいろずっとやられてるんで、実は。やられた。調べをお願いしてんの、はい。やられてるじゃなくて。はいはいはい。で、一回頼んだ手前、もういいですって、まだやってないの。でも明日の夜ぐらい開けれんじゃないの？明日の夜開けれないの？明日じゃない、12の夜。12の夜、ちょっと待って、12の夜でしょ。12の夜の、うん。まあ何時ぐらいなんだろうね。早くても6時とかの方がいいよね、7時とか。夜は大丈夫。夜は大丈夫。あの、夜は。で、うさまの枠で、夜やって、うん、まあ、2、3時間やって、多分うさまが酔っ払って寝ちゃったら、やっちょさんが、携帯見つけ出して、うさまの家の家宅捜索配信やるんじゃん。最悪だな。だから、やっちょさんのより先寝ちゃダメだぞ、うさま。
俺は止められないぞ、やり始めたら。だ、酒飲めないし、その日は。ちょっとなんか俺、でも警備雇うわ、一人。そうだよ、身体検査しないと、やつさん、携帯2個とか3個持ってるぞ。気をつけるんだぞ。ちょっとセキュリティ呼ぶわ。うん、セキュリティ呼ぶ。寝れないぞ、みんなリスナーは。うさまの家、本舗、本舗初公開。やばいなぁ、セキュリティ呼ぶよ、俺、マジで。有料で金払って。警察呼んどいた方がいいぞ。もう、あの、マジでセキュリティ呼んどく。警察芸やるぞ、最後の。何が最後のだよ。なんか、俺で任せようとすんなよ。まあ、俺はね、俺は大、あれなんでね、揉めないように、みんなと仲良くやれたらいいんだよ。ダスキンの人でもいいし、誰か呼ぶ。ちょっとみんなね、俺ね、呼ぶからマジで。その日ね、12日までにセキュリティのお金も稼がなきゃなんない。ちょ、ルイージ、もう一回。もう一回。いいよ、バトルそんなしなくて。セキュリティのお金がいるんだよ、俺。絶対入れるから。入れるって言ったら入れるよ、セキュリティ、マジで。俺今まで言ったこと全部やってきてるからね。セキュリティいらないよ、信用しよう、そこは。なんか、もしなんか怪しいと思ったら、外出しちゃったらね、俺とやっちょさんも大人なんだから、福岡でそこら辺で徘徊してなんか、どっか送ってってもらえばさ、うまいことやるからさ。すごいな、セキュリティいるわ、この人たち。すいません、じゃあ、皆さん一回だけ、もう一回だけバトル。で、まあ。お願いします。ねえ、なんかそんな大変だったらね、俺とやっちょさんからその、いろり代5000円ぐらいずつ飛ばってもいいと思うけどな。5000円ぐらいだ。でも俺らも5万かけていくからね、そっち。それだけ分かってほしいよね。うさまにこっち来てもらう時間もさ、お金ももったいないと思うから、俺らが行くの。タップからお願いします、よかったら。確かにごめんね、5万はかかるよね、最低。タップからお願いします。2万5000円です。うん。タップお願いします、タップお願いします。まほちゃん大丈夫だよ、まほちゃん。コインないならタップだけでいいからね。あの、ありがとうね。みんなもさ、ね、せこいって思うじゃん。せこいって思うかもしれないけど、ね、うさまとのコラボのために、俺とやつさん5万払っていくんだよ。で、うさまもさ、ご飯代用意してね、ご飯とか作ってくれるんだよ。そりゃ小遣い欲しいよね、俺らもね。いる。うん、ね。多少は、俺らこれで稼いでんだから。うん、いるね、それは。もう正直。お願いします。アタップ管理ありがとう。うん、じゃありがとう。今までここまでなるまでに、俺たちは宣伝広告費を自分たちにかけてきてるからね。そうでしょ？宣伝広告費はだってもう、あれだもんね、エミリさんの奴隷だもんね。そうじゃ、あれが金一番かかるんだよ。一番かかるよ。ビールなんて一本買ってもさ、半分ぐらいしか飲まねえんだから。お願いします。あ、主義人さん、ありがとうございます。あ、ユミコじゃん。ユミコ。3倍ね。21人でお願いします。21人だけね、ちょっとね。12とか行くよ、福岡、ユミコ。遊んでくれる。マリモちゃん、ありがとうございます。タップお願いします。タップお願いします。マホちゃん、ありがとうございます。マホちゃん、ありがとう。たまごずおこさん、ありがとうございます。ともちゃん、ありがとう。パオちゃん、ありがとう。誰かの人はバザーズ。すいません。リーさん、ありがとう。マホちゃん、リーさん。タップ、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 玉蔵子さん。3倍です。始まりました。3倍お願いします。よかったら、姫さん、ありがとう。姫さん、いつもありがとうございます。3倍、始まっちゃったわ。お願いします。マホさん、あーちゃん。黒髪さん、アラブの席は、黒髪さん、ミガン。マリモちゃん、ミガンさん。アラブの席は、ミューガンにいて。あー、チロル、アラブの席は、すげえ、ありがとう。ユキンコさん、ありがとう。ありがとう。うわー、マユさん、ミユさん、ありがとう。ミユさん、わざわざ向こうからありがとう。ありがとうございます。ユキンちゃんも参加。ありがとう。リセちゃん、こんにちは。リセちゃん、こんにちは。ちょっとね。ともちゃん、ハンドハート、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。おさりちゃん、ありがとう。ルイワクからありがとう。レミちゃん、ありがとう。ナナミちゃん、リカさん、ユキンコさん、ありがとう。アミ、ありがとう。マリオちゃん、カナさん、モコマさん、ありがとう。ゆうか、このアカウントあれだ、バンになってるから、なんでそれやってくんの、ウサマって。誰とそれやって、金集め、キナ、アラブの次、ビルやつ、キナがいないってやつ。キナ、これあれだ、スコールとかないんだ。このアカウントまだあれだもん、ハナちゃん、ありがとう。マルさん、ありがとう。マリオちゃん、ありがとう。なんでそれやってくんの、ウサマ、それ。マリオちゃん、ありがとう。トモちゃん、ありがとう。マリオちゃん、ありがとう。
ウサマってバトル勝ってんの意外と。ハッピーさんありがとう、ハッピーちゃんありがとう、それかわいい。ありがとうございます。ある。ま、ださっきよ、ださっきよ、ださっきよ。坊さんもありがとう。さっきのバトルで勝ったやつだ。マリオちゃん、ナムさんありがとう。みかんさんもありがとう。ヨミさんもありがとう。モコマさんありがとう。キナさんありがとう。ジュジュさんありがとう。ともちゃんもモコマさんもありがとう。ナナちゃんも。ナチュさんも。もう地味に飛んでないギフト。俺も最初これくらいだったよ。どう遅れたの？え？ほんと？ありがとう。キゼンマモさんありがとうございます。ありがとうね、みんな。ラスト1分。よかったら、最後。ジュジュさん、やす、トムさんも。ナムさん、ありがとう。ありがとう、キナちゃん。ユキンコさん、マネーガーございます。すげえ。ナルちゃんもありがとう。やばい。モコマさん、これワンチャンで出されるな、みんな。ちょこっと話さないと怖いぞ、ちょこっと。お願いします。ジュジュさん、ありがとうね、猫の足。グローブ刺さった。刺さった。本当？ありがとう、グローブ。絶対俺言うから、ゆっくり、ゆっくり、いっぱい。100回ぐらい。かなちゃん、かなちゃん、なるちゃん、なるちゃん、ありがとう。なるちゃん、ありがとう。あいちゃん、あいしろ、ありがとう。いしろさん、ありがとうございます。あ、さくらんぼ、ありがとう。にゃお。ございます。あみちゃん、ありがとう。ありがとう、ピッピーありがとう、ジャンプありがとう、ピーちゃん、ローズありがとう、アーリのリノ、アラブの席はビルゲイツとかリノがね、ありがとうございます。アテティありがとう、喜んでるよ、マホちゃんありがとう、本当にありがとう。ノンちゃん、リスありがとう。トモちゃんもありがとう、勝たせてくれてありがとう。負けちゃったけど、負けちゃったけど、ちょっと俺ゆっくり言わせてくださいね、ありがとう。ミュートでね、お互い読みましょう、ミュートで。本当だね、みんなありがとう、たくさんありがとう。ゆきんちゃんありがとう、いつもゆきんちゃんありがとう。ともこさんありがとう、ともこさんありがとう。こころさんありがとう、はなちゃんありがとう、さりちゃんありがとう、黒髪のプリンセスさんありがとう、チロールさんありがとう、ぽんぽんさんありがとう、みゆさん、りのちゃんありがとう。黒髪のプリンスって言っちゃった、プリンセスありがとうね、プリンセスさんありがとう。みんなありがとう。ランフォーカットもありがとう。まほちゃんありがとうございます。なななナルさん、ちょっと読みにくいけど、なななナルさん、ほんといつもありがとうございます。なお、ちょっと減らしてくれると、なるさん、もっと読みやすい、もっと、俺言いやすいんだけども、なるさん、ありがとうございます。ななみさん、チャレンジ貢献者、ありがとうございます。ななみさん、ありがとうございます。ちょっとね、追っていかないと、なんか急いでまた切られたりするから、ちょっとさっきになるみたいな。なちゅなちゅさん、ありがとうございます。もこ、ちょ、待って。なちゅなちゅさんまで言ってない。ジュリさん、チャレンジ貢献者です。ありがとうございました。ナチュラさん、ジュリさんありがとう。モコマさんありがとうございました。モコマさんありがとうね。シゲキンさん、チャレンジ貢献者になってます。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。シゲキンさん、本当ね、モデレーさんからいつもね、いろんなことをお世話になってます。本当にありがとうございます。10位が、ジュジュさん。ジュジュさんありがとうございました。本当にね、ジュジュさんもね、ありがとうございます。あの、タップしてくれた人が本当にね、いつもアンチしてたりしてくれてる人も多分ね、今日だけはしてくれたりしてんのかな。結果が違うからね。ルイージュ枠から来てくれた人もありがとう。うさまさんのリスナーさんもうさまさんもありがとう。ありがとうございました。うさまじゃあよろしくね。12の夜だよ、開けといてね。12の夜開けとくけど、ちょっと本当厳しくいくから、本当怖いから、あなたたち。うん。いや、うさま本当俺のことを信用してよ、うさま。いや、別に。やっちょさん、俺もやっちょさんのことなるべくは止めるから。やっぱりやるんだろ。止めるからとか言う。俺一人じゃん。二人やり始めたらもう止められないから、責任切れないけど。俺はやらんて。うん。うん。マジセキュリティ入れるから。だからセキュリティとかじゃない。あの、ウサマはまだ分かってないよ。ね。武器を手に入れなくちゃ。これをやったらこれやっちゃうよ、みたいな。わかる？やっちょさんが嫌がること考えないと。それやったらこれやるよっていう取引みたいな。わかる？わかるよ。そう。わかるよ。もしくはもっと美味しいね、美味しいなんか旨味をつけてあげるとか。うんうん。防御に回っちゃダメなんだよ、俺たちは。わかるよ。わかるよ。なんか、みんなが見たいのは多分、うん。あの、防御する試合じゃなくて攻撃ばっかりする試合だよね。防御ばっかりする試合嫌なんだよね、みんなね。
そう、戦う、それはわかる。そうだよ、戦わないといけないんだよ。うん。うん。じゃあ、いつもよろしくね、12日楽しみにしてるね。会うの初めてだよ、多分。すげえ怖い。わかった、とりあえず、わ、あの、いいよって意味じゃなくて、いいよって意味じゃなくて、うん、うん、うんっていう、うん、うん、うんって聞いてるわけの、うんね、うん、うん、うん。だって、俺たちせっかく行くのに遊んでくれないんだったら行かなくなっちゃうよ。そこは約束してくんないで。いつも言うさまで約束してくんないの。怖いことするから怖いって言ってるだけで嫌がってないじゃん、俺。いや。信用と信用だからね。もう、やっちょさんを信用するしかないよ、そこは。ね。うん。やっちょ炎上系になっていくの？まだ。まだこれからも炎上でいくの？わかんないけど、それが炎上なのか、リスナーが求めてることなのか、それが面白いエンタメなのか、やちさん考えてるね。わかんないからね。やられた方からしたらたまったもんじゃない気持ちはすごいわかるから、俺はあれだけど。うん。そうだよ、ね。でもね、可愛がられてるうちが花だから、うさま、かまってもらえるうちが。今、うさまは伸び伸びじゃない？うん。それはほんとそうそう。それはほんとそうだよ、うん。まあね、俺。話題にしてもらってるとか、ね、そのうちが花だから、そう、ほんとそれある、うん、でしかもね、うさまの枠でやった方がいいんじゃないって俺は提案してるし、うさまが一番沸かせ時だと思うよ、エミリーさんから脱却して。脱却したらなんかギフトが飛ぶようになった、ほんとに、うん、まあそうだよね、うさまのこと好きな人もいるわけだと思うから。そう、多分ね、うん、相当俺損してたんだなってわかる、最近。でも損じゃないよ。エミリさんのおかげで脚光を浴びたんだから、そこは尊敬、ね、感謝しないと。エミリさんがそもそもいなかったら、ウサマのファンなんて現れないんだから。うん、そうだね。そうそうそう。エミリさんには感謝する、感謝する。べきところはすべきだと思うよ。うん、これからも感謝する、それは。みんなね、俺ら三兄弟はみんな、エミリさんのおかげで伸びたんだから。そうだね。うん、みんな、うん、エミリさんに感謝しないと。ご飯、三人でご飯食べる前に、エミリさんに感謝って言ってからご飯食べないと。いいね、エミリさんに感謝。エミリさんに感謝して。カレーが食べられてます。エミリさんのね、おかげで、閲覧が集まってみんなに知られることができました。ありがとうって。今日もエミリさんのおかげで、安心して配信することができてます。うん、エミリさんの名前使えば。うん、ね、うん、一緒にいた時の怖さに比べたら平和がね、わかるよ。身に染みるよね。毎日戦争な日々なんだから、あ、戦争がない世界はこんなに平和なんだって、平和を改めて認識できるんだから。そうだよね。今俺が TikTok でご飯食べれていけてるのは全部エミリさんのおかげです。エミリさん、今日も食事いただきます。12日の夜ね、よろしくお願いします。はい、じゃあ待ってるよ、ね、じゃあ、うん、ありがとう、ありがとうございます。はい、失礼します。よろしくお願いします。で、12日の夜遊べる人教えて、夜の12時ぐらいには解散すると思うんだよ。遊べる女の子いたらね、福岡でも。なかなか福岡行くタイミングないからね。うん、でも心の底から思ってるよ、ほんと。東京から一緒に連れてって意味がわかんない。普通に東京で遊ぼう、うんちゃんは。うんちゃんはね、listen, No. I love you, Albania. I love you, Albania. Please. No. Please. Sorry. No. Please. I love you, Albania. Please. No. You're no from money, Syria. No money. Okay. No money. Okay. Listen. Sorry. Okay. Bye. Sorry. Bye. Okay. No money. Sorry. Listen. やっと切れた。ずっとバトルボタン押してくれ。切れないんだよ。
一生切れないんだよ、バトルボタン連打されると。いや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 、5分間つらい、繋いでるのは辛くない？バトルの時にもう、なんだろう、そのグローブだけもらうとかだったら、こっちの画面ポンって俺らだけの画面になって、いい、一緒に来なくていい、あと東京で遊べばええやん、そんな遊んでほしい、なんでついてきちゃうんだよ俺とやっちょさんの旅に、邪魔でしかないぞ、来るな来るな。そう、わかる？一画面にする機能つけてほしくない？戦ってんのは別にいいんだけど、そのね、片方画面があっちが映ってるのが邪魔じゃん。大丈夫？ NN さん怖くない？12日の夜、そうだから、まず俺の予定だとやっちょさんと、まず11日は大阪に泊まると思うの。11日の行くよ行くよ、みんな、予定表言うよ。まあ分かんないよ、やっちょさんの機嫌もあるから、やっちょさんのあれも分かんないけど、まず11日、俺朝配信する、普通に朝配信、朝配信して、で NN さんちょっとね、話が伝わらないとブロックするから、ブロック、あ、ブロッコリーするから気をつけて、うん、NN さんね、うん、まず11日の朝配信してからね、やっちょさんが起きたら中野に向かう、やっちょさんが準備できたとか、やっちょさん行けるってなったら、そうやっちょさんと家に向かう、俺が中野にそのまま配信つけたままね、で合流する、で合流したら枠切って、まあ新幹線で向かうか、あのリスナーさんが送ってもらうか分かんないけど、名古屋かな、名古屋か大阪ぐらいまで向かって、まあちょっとご飯食べたり遊びながら、だや、あの遅刻するからやっちょさんが起きないんだったら行かないみたいな、やっちょさんが起きてコメントくれて準備できてるってなったら行く、やっちょさんちに、俺が配信、朝配信それまでやってて、でいや炎上ね、それがするのがやっちょさんだからね。これ紫式部さん、これ自分の顔アイコンかわいいね、アイコン自分の顔、なんでやっちょさんそんなあれなの、病んでんの。そう、11日の夜は、11日は基本ね、その多分そっちに着くのお昼過ぎとかになっちゃうと思うんだけど、昼過ぎぐらいから名古屋か大阪、京都ね、広島どこかわかんないけど遊びに行く。何がしんどいの、やっちょさん病んでんの、で11日それで、12日には午前中とかはまあ福岡で遊ぶのか、その名古屋で遊ぶのか、どっかで遊ぶのか分かんないけど、12日は午前中遊んで、まあ夕方だよね、夕方ぐらいに福岡に着いて、福岡でうさまと遊ぶ。だから全部の枠が多分ね、日中午前中とかは朝早く俺が起きて、なんとかやっちょさんに、あ、そうそうそう、11肉まんは普通にいつでも遊べるじゃん、東京泊まりに来てよ肉まん。そうで、そう12日の夜は福岡に泊まるから、12日のまあぶっちゃけいろり配信食った後なんて解散でもいいんだから、泊まるところ、12日の夜泊まるとか、ラグイごめん、みゆごめんね、ありがとうみゆ。そうだから12日の夜はどっかに泊まる、福岡のどっか迎えに来てくれたり、誰かね泊まっていいよっていう人来てくれたら嬉しいね、12日の夜で。13とかに大阪に戻って、13ね、なんか大阪の遊べたらな、そのくらい病気発症、なんか考えてるとき病気出ちゃう。で、14、15、16、
14、15は遊ぶ約束決まってて、京都の子かな、京都の子と遊ぶ。14、15、13も多分、13、14、15は遊べる気がするんだよな。だから13、14、15はね、意外と遊ぶ予定決まって、16は東京で遊ぶでしょ。で、17も東京で遊ぶでしょ。もうだから結構埋まってるから、11の夜、大阪とか名古屋とかどっかで遊べる人、12が、そう、モデさん。12の夜も空いてる。11、12の夜が空いてる。12の夜は福岡の、福岡で誰か。うさまの、久留米に近いんじゃないか。うさまの家って久留米らへんだろ。に、夜12時頃迎えに来てくれる子がいたらいいな。うん。って感じです。お願いします。いつもね、すぐ枠つけたら来てくれて、ね、ありがとう。やもありがとう。そう。枠つけたらすぐ来てくれて、ラグくなったらね、いつでも、こう、あげてって言ってくれるから、ほんと、みえさんには助かってる。あ、うさまって佐賀なんだっけ？遠いの？ 20 分で、久留米から20分とかって言ってなかった？佐賀なんだ。佐賀でももう、ほぼ久留米寄りの佐賀でしょ？うさまの家知らんけど。うん。いや、お邪魔じゃないよ。ありがとう、みえ、ありがとう。なんかその定期分作っといてほしいよね。小窓に上がると、ラグくならないため、そう、小窓に上がってますみたいな。ああ、ねえ、これ、ありがとう。なんか知んないけど、みゆがね、常に一番上にね、多分、配信見始めた順だと思うんだけど、みゆがすごい一番上に上がってるからね。そう。ありがたく使ってる。パソコンで見てんのかな、みゆ。県境だから。ありがとう。あ、スマホで、ありがとう。いつもありがとう。で、今日も10時か。なんかお腹空かないな。最後チーズケーキ食って帰す。終わりにしようかな。チーズケーキ食べようかな。せっかくだし、今日も。ね、今日もいっぱいバトルで稼がせてくれてありがとう。嬉しい。はい、キンちゃんありがとう。みんなありがとう。でもみんな。誰か切り抜きあげてくれるかな？久しぶりに俺楽しかったんだけど。いや、手出していいんだったら関係ないよ。遊べるタイミング。みゆ確か仙台の方なんだよ、うん。あれ、シール持っていこうかな、シール。シール。あと、闇金に気が来るぞーってやつ、あれ好きだったんだけど。すごいストレスか、久しぶりに楽しかったやってて。みんな逃げろーってやつ。闇金に気が来るぞーって、あれ、切り抜き上げてほしいんだけど、すごい楽しかった、自分でやってて。撮った？あれ面白い。焦んだよ、私も全然。なんか東北の人遊んでくんないんだもん、誰も。切り抜きある？作ってくれる？でもわかんないよ、見たらがっかりするかもしれない。見たら。自分の写りが悪すぎて、こんなの恥ずかしいかもしれない。ねえ、ばったり会うもんだね。かわいい感じ。投稿して、いいねするね、できたら。見つけたらいいねするね。見たかった。皆さんありがとう。見えにくれてありがとう。そう、小窓はね、そう。コラボなのかな、わかんないけど、なんかね、あれなんだよ。外配信本当に新宿電波悪いから、本当小窓に上がってるとね、多分安定するんだよね。群馬から新宿までどうやって行くの？
え、湘南新宿ラインで1本だったよ。高崎からもう、ね、なんか1本だったね。行きやすかった、群馬までは。1時間ちょっとで行けた、1時間半とか。あの、快速乗るとだけど。特急快速とか、またなんか快速に乗ると違うんじゃないか。昔かナンパしてないけど、ナンパみたいな環境あったよね。空気感で分かるようになったよね。なんか、この人喋りやすそうだなとか、話して大丈夫そうだなって。高崎はなんか、リスナーさんが遊ばせてくれるって言ったのに、なんか遊べなかった、結局。子供3人ぐらい連れてきて。ありがとう。いや、大丈夫そうな人ばっかりだよ。あら、いっぱい上がってくる人いる。みんな上げていいのかな。あ、どうぞ。泉かな。泉なんか、相談事あんの、泉。何でも乗るよ、泉。無言ってこと、泉。いっぱいクルクルしてる。泉、ああ、ミュートになっちゃった。ミュートにするくらいだったら落ちた方がいいんじゃない、泉。話せるの、泉。落ちた。ケーキ食べよう。あ、魔法のリズム、ありがとう。ふうか、ありがとう。あのさ、で、トツ来てくれたらシール持ってくからシールあげよっか。トツ来てくれたらシールプレゼントにしようかな。どこに、福岡、大阪、らへんぐらいだったら行くと思うんだよね。気持ち的にはね、気持ち的にはさ、ね、こないださ、いろいろお世話になったから、やっちょさんとさ、俺でさ、えなと女の家とか泊まったら面白いんだろうけど、えなと女の、えどに会いたい時もあるけど、しょうがないじゃないか、会えないんだから。新宿でもシールね、全然あげるよ。家近いから、いつでも取って。いつもありがとう、みんなありがとう。みや。ありがとうみたいな。そう、まあ、どっちがタイプかどうかは別としてね、なんかこの間ね、オンダとエナが沸かそうとしてたから、俺とヤッチョさんでエナ、オンダの家に泊まりに行くのもありっちゃありだよな。シール欲しい。まあそうすると俺が夜抜け出せなくなるかもしれないから怖いんだけど、何にも予定がないんだったらね、夕方ぐらいにエナ女と合流して、なんかちょっと話すのもありだと思うけど、まあみんなの合意が必要だからね、わかんないね。なんかある程度企画立てていきたいけどな。俺とやっちょさんだけ大阪にいた方がおもろいかな。なんか、とつまちしてた方がおもろいかな。えないら？そんなこと言わないであげて、かわいそうじゃない。今、えなと女が仲いいんだろ？今、ネイル中なの。恥ずかしくない？ネイル中、こんな、おじさんの TikToker 見ててさ。とつまちいいよね。やっちょとつまちする？いや、とつまちも怖いんだもんな。やっちょさんにばっか可愛い子とつまち来てたらなんかやきもち焼いちゃうな。なんだかんだでやっちょさんファン多いからな。もっといい人いない？まあ、あの二人はね、最低でも閲覧はさ、ね、下手したら500ぐらいあるときあるでしょ。ね、
500ぐらい閲覧あるんだから、まあ、2、3000ぐらいは硬いんじゃないか、3人で話し、4人で話してたら。おばあちゃんとかに頼ってねえんだって言ったら、まあ、頼れるから何なのみたいな。頼れないから何なのみたいな。家庭環境だからね。頼りたいんだったら、えなちゃんもね、実家帰ればいいし。あそこであんまりマウント取る意味もわかんないけど。その代わり、エミリさんも我慢してること多いもんね。ぐち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 おばあちゃん、お母さんに言われてさ。まあ、どっちもあれだよね。途中で下りそうっていうか、下る前に帰る。下る前に、まあね、2時間とか3時間とかで、最低でも、終わったから、うん。まあまあ、しょうがないよ。まだね、えなちゃんもまだ子供でしょ？若いし。うん、ストレス溜まるんだったら見なきゃいいし。風かね、そうなんだよ。あ、眉アートやってから出したいから、眉アートやりたいんだよ。そう、紹介してよ、眉アート。いいところ。な、そんなエナちゃんとオンダが、そんなあれなの、エミリさんに燃えてんの？まあ、嫉妬もあると思うよ。エミリさんはさ、もう、配信だけで安泰で食えていけるしさ、閲覧もあるしさ。まあ、才能の違いだわ、才能の違い。でも、それを食わなきゃいけないからね、あの二人は。もしこれから配信で頑張っていくんだったら。だからね、まあ、ルックスだったらね、ルックスだったら別にね、そう、三者三様でさ、いい人ね、みんないるんだから、やり方次第だと思うけどな。まあ、エミリさんはまだ一個頭抜けてね、ちょっと突き抜けて、ちょっと変わってる部分があるから。なかなかエミリさんに勝てるのは難しいよ。もっと面白いことやんないとね、ぶっ壊れて、うん、まだね、俺とかやっちょさんと遊んでるだけじゃ全然足んないよ、うん、どこで当たるかわかんないからね。ふわっちでさ、ふわっちで、リンちゃんって女の子がいるんだよ。リンちゃんって女の子がふわっちで。で、ふわっちのね、四皇も遊びまくてっていうか、ね、自分の名前を売るために、ね、ふわっちでの四皇って言われてる人ね、せいちゃんとか、ゼロワンさんとか、もう、閲覧ある順にこう、いや、リンちゃんなんかあれだよ。ふわっちで結構一時期稼ぎまくってたらしいよ。うん、こう数あるね、人とこう関係を持って、でね、ツイキャスでもね、なんかミズニアンとか、ツイキャスの有名な人とかも遊んで、全然泣かず、まあその瞬間的には、瞬間風速は上がるんだけど、うん。けど、継続がやっぱ難しくて、全然売れなかったんだよ。ナイスさんともね、ナイスさん、TikTok やってみようかなって言って、ナイスさんともね、こう遊んだ時もあるけど、そう。で、だけど、そんな名だたるね、配信者に行っても、やっぱりこう、関係性が崩れたりして、鳴かず飛ばずなんだけど、リュウヤっていう、めちゃめちゃ変わってるやつがいたんだよ。TikTok で言ったら世界家みたいな。ね、世界家と同じクラスの、変わってるやつがいて、ターボーみたいな、ターボーとか世界家みたいな、もう全然鳴かず飛ばずのやつと絡んだ瞬間、いきなり二人だったら売れるんだよ。だからどこに当たるかが分かんないんだよ。うん。いろんな大手の人に売名して、いろんな大手と遊んで、もともとリンちゃんって名前は知ってるんだけど、鳴かず飛ばずだったんだけど、ね、その相性があって、誰と関係を持つかで上がるかが分かんないから、そうだから配信って読めないよね、相性。うん、そうそう、ゆかりとスザクもね、結構いろんな人とコラボしてたけど、やっぱりあのゆかりとスザクで相性が良かったのか、今あの二人が熱いでしょ、熱いっていうかね。
そう、難しいね。リュウヤっていう世界系とかターボーみたいな、全然今わかんない。そうそうそう。ね、リンちゃんとこの間連絡たまたま取って、今私フワッチですごい、ね、なんか稼げてるんで、ありがたいっすって、なんか、来たんだよね。そうそう。四季さんとはまだ絡む時間も少なかったし、話すことがなさすぎて、そう。まだわかんないけど、相性はあんま良くなさそうかもしんないね。まあ、やることによって違ってくるけどね。二人でじゃあなんか外配信行こうとか、なんかご飯料理作ろうとか、なんかスーパー行こうとか、なんか、俺はどっちかっていうと動きあった方が好きだから。家雑より。家雑でさ、女とコラボするってなると、まあね、なんかちょっとイチャイチャみたいなね、こう動きでできるけど、四季さんとなんか何にも動きでない、できないから、うん、あ、エミリさんもね、リュウヤがね、あの時リュウヤよりちょっと上り調子だったかもしれないですね。エミリさんとリュウヤとリンちゃんと4人で話した時とかマジでカオスだったもんね。いつ喧嘩するか分かんない。リュウヤ分かんない。もうリュウヤはリンちゃんに消されたね、完全に。やっとリュウヤの時代が来るってふわっちでね、あのまんま言ってたらリュウヤの時代が来そうだったのに、天才がゆえに消えたリュウヤだね。配信やめちゃもったいないよな、せっかくね、第二のルイージさんになりたいっつってさ、歌舞伎町配信やってたのにさ。ターボシケモクの竜や。だからね、そうだから もったいない本当に。その誰とで当たるか分かんないから、そうまだあのエナとオンダはまだそのウィンウィンになれる貧乏譲り、やばかったから こんなさ地面が破けるよな、ほんと。すごい貧乏ゆすりだったから、リュウヤ。マジで怖いね。ナチュラルアートメイク東京。いくらすんの一応。5万ぐらいだったら行きたいね。今日にでも。5万でできるんだったら。すごい。地面が破けるぐらいの貧乏ゆすりしてた。ごめんなさーい、だっけです。すいませんって言って声かけるんだけど。だからね、こう、これもね、また運命の人って言っていいのかわかんないけど、誰とね、バズるかわかんないから、それが見つかるまで、オンダとエナはね、こう、男芸繰り返してもいいのかもしんないし、絶対誰か輝かしてくれる人がいるからね、そう。足は引っ張りたくないけど、こう、でも、おはよう。大阪行くよ、今度。大阪11日からね、大阪の方行くよ。そう、ゆかりとスザクは、努力してたからね、あれはなるべくしてなったね。二人とも今、ね、同じ、すごい、ゆかりが行けばスザクも行って、ゆかりがね、沸かせばスザクもね、いろんなとこ売名行ってて、もうほんとゆかりとスザクは、ここ1ヶ月ぐらいでいろんな人の枠に顔出して、すごいね、認知だけはされてたから、あとはその、もう、あとはどこで湧くかの、その、見極めるところだけだったから、あの二人はなんかほんと、流れがあったよね。噂もあったし。まあ、あれをどこまで続けられるかが、あの二人の腕だね。うん。展開考えてないよ。結果論でしか、その、やっぱ美容師ってそうなんだよね、なんか。これは美容師の考え方かもしれないけど、結果論でしか出せないっていうか。4D ですか？ま、なんでもいい。綺麗になるんだったら。コラボ相手しか言わない？謙虚さね、まだ若いから仕方ないんだけど、生きっちゃってるから。謙虚さがね、なんか、一歩間違えたら痛いよな。あのまま大人になったら痛い。まだ若いから許せるけど、
あのまんま勘違いして進んでったら、なんとかタッチョみたいな痛くなっちゃうよね。勘違いして。もったいないよ。可愛くしてたらね、ほんと、可愛がられる顔でもあるし、話もね、面白いし。ありがとうございます。なんか今日おしゃれですね、なんか格好が。格好は、これは、あの、昔彼女がプレゼントして。で、これ、ボールペンでぐちゃぐちゃについちゃったってこと？そう言わない。言わないでほしい。これ、写真漏れてますね。これ漏れるんですよ。なんで撮らないんですか？無格好はきついっすよ、無格好の写真は。これは、なんか、なんかアプリ入れてくださいよ、スノーとか。入れられるんですか？ U-like とか。そういうの入れるんですか？入れてくださいよ、やっぱり。無料で？無料ですよ、もちろん。で、また無加工で撮ろうとするでしょ。撮らない。一生無加工。全然違うよね、やっぱり。全然違くはないけど、もうほぼ一緒。いや、違います。ほぼ一緒。ほぼ一緒。だって無加工で、もう、ね、ひどいから、写りが。いや。ほら。これ、でも、無加工の方が良くないですか？無加工で撮るのやめてくれないですか？ずっとひたすら。無加工の方が良くないですか？いや、良くないですね、無加工。自分隠れてんじゃん、無加工。俺の顔しかアップしないじゃん、無加工で。うん。面白いね。面白い？面白いよ。ほんと？はい。今日もじゃあ一曲だけお願いしていいですか？今日はね、うん。どうぞ、調子悪い？彼女が羽2分の1歌ってくれって言って。彼女が？はい。何歳の？23かな？ 23 歳の彼女。今年24かな？今年24。何してる子なの？なんだっけ、パソコンの SE みたいな。ああ、いいですよ、わかる。でね、懐かしい空眺めて、君の心の、あ、僕が撮ってなかった。ゾクゾクしちゃう。耳元で歌われたゾクゾクしちゃう。鳥肌すんごい。耳元で歌われたゾクゾクしちゃう。すぐったい。元 LDH、エグザイル、清木場真介。ほぼ俺の顔じゃん、これ。俺の顔じゃん、映って。俺が歌ってるみたいになってんじゃん。それすら見失って、自分から出なかった。僕は、ここ。いつも変わらない。どう言うか、君と指切りをした。けど離れてくれ。ほぼ俺の顔じゃねえか、だから。俺の顔映すなよ。俺の顔映すなよ。ありがとうございます。手洗った？タッチションするでしょ、よく。手洗ってる？何で拭いてる？ウエットティッシュ入ってるの？タオルタオルで。分かった。分かった。じゃあ、はい。はい。こういったこと、こうやって聞いてる。ずっとうろちょろしてる、ずっと。ずっとうろちょろしてる。何分くらいですか？朝の6時半からずっと、11時まで。朝の6時半から11時、5時間ぐらい。私はユイさんの友達の直屋パパです。直屋パパ。はい、直屋パパ。で、インスタグラムは、インスタグラムは、直屋パパ。直屋パパ。小文字 NAOYA。直屋パパで出てくるんじゃないか。38年4月8日生まれなんで、3848。3848。直屋パパ3848。で、毎日ストーリー100枚上げて、最高に面白いって女子大学生から、女子大学生から、それから TikTok は、普通に、俺の無加工あげんじゃねえぞ。はい、わかりました。絶対俺の無加工あげんじゃねえぞ。バカにされちゃうよ。この人も同じおじさんと同じような、どこ触ってんの？どこ触ってんの？ TikTok は、どこ触ってんの？なおや、アンダーバー、PABA。PABA。それで TikTok 面白いですから。TikTok 面白い。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユージさんのこともよろしくお願いします。はい。こんなんばっかりだった。違うか、珍しいか。仲良し。支えられてます。ああいう鬼人に、歌舞伎町の鬼人に僕は支えられてます。ありがたい。これ、何ですか？
あ、ミユが落ちたからヤンママが上がってくるってこと。ありがとう、ヤンママ。落ちた。あの歌に耐えきれなかったってこと、ミユ。一回すっご落としたってこと。一回寝るか、家帰ってこ。リちゃん1時か2時でしょ。12時、11時、12時。一回寝るかな、家帰って。ありがとうございます。チーズケーキ食おうとしてたんだ。チーズケーキ、セブンイレブンでチーズケーキ買う。どこのセブンがいいかな。いや、わかんない。あ、3時半遅っ。3時半。揃えときます、いろいろ。何でもかんでもハロハロ食べようぜ。ありがとう。配信できたらいいね、その日次第だと思う。王子ホテル。お泊まりだと思う。もし楽しすぎたら、やっちょさんとの約束破っちゃうかもしれない。止まらなくて。週末大阪行くかもしれ、行く予定ですね。でも、時間があんまないんだよね。うん。12の夜とか、11、12の夜とか。わあ、もうポージと遊ぶ、もう、あれ、会えないかもしれないね。もしかしたら。57で18のおじいちゃんいるけど、どういうこと？大阪なら会えるプレッシャー。DM くれば配信は。ふわふわなりすぎ。ふわふわじゃ済まないよ、ほんと。ふわふわじゃ済まないと思うよ、りちゃん。もう、お互いもう、食いしばってないと入れないよ。食いしばってないと、もう明日顎疲れて喋れないくらいの。ってなっちゃうと思うよ。大阪はね、わかんない。ノリ。16までに、16に用事があるから、15の朝とか、まではいる気がするけどね、15までは。15までは、多分、東京に帰ってこないでプラプラしてると思うけど、まあ、ちょいちょい予定が入ってるから、その合間合間とかでね、DM くれたら、ワクワクだね。ワクワク。俺昨日貯めてるから、昨日触ってないからね、一日中。今日のために。昨日、ツルツルにして、ね、ひげ剃りして、ツルツルの状態で、昨日触ってないから、今日元気だよ、ほんと。暴れちゃうよ、今日。昨日触ってない、ほんと。一日置いてるから。大変だよ。よし、やっそ。最高。すみちゃん、これ、いつ？今日？今？ツルツル。ね、それがいいね。毎日遊べたらね。楽しく遊べたらいいね。ごめんね、ごめんね。若いってね。若くないんですけどね。でも、ウサマもすごくない？若くない？ウサマもまだ遊びたいと思うんでしょ？いくらでも遊べるね。あらら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 。あらら。しずる食堂って何？美味しいの？あ、あれじゃない？あの、なんだっけ、あそこ。神倉の前らへんじゃない？ああ。じゃあ、コラボ。小窓に上がってもらって。一回泣くすか？僕が泣くすか？草間いくつなのかわかんない。しょうがない。すみちゃんに話聞くか。ちょっと、あれね、ママ、ごめんね。
あ、やばい。このアカウントだからあれかもしれん。コラボ、コラボ。うさま52なんだ。コラボ上がってきて、すみちゃんに言って。そうなんだよ。バンになっちゃった。異議申し立てがついて落ちてればいいけどね。バンになっちゃった。やばい、ほんと。マジで、もう一アカウント A 版になったら、俺マジで携帯変えて、ゼロからスタートになる。すべての、フォロワーを消し去って。大丈夫かな？配信できる食堂、千鳥。ああ、そこかな？そこの、あそこにあるところかな？わかったかも。おはよう。あ、俺のこと、絶対もう、直屋パパの名前出さないで、ルナちゃん。マジ、あいつさ、携帯近いんだよ。こんなんで俺の顔撮ってんだよ、写真。無加工で。やばくないあいつ。こんなんで撮ってんだよ。俺の角度とか関係ないし、こんなんで。なんとか、あ、歌、みたいな歌ってんだよ。やばくねあいつ。マジあいつやばいわ。勝手に無加工、全然。もう携帯全部奪ってぶっ壊してろか、あいつの携帯。人の顔よ。無加工でドアップで撮りまくりやな。嘘ってことじゃ。多分。だからね、お願いがある。すみちゃんダメだよ、人のこと信用しちゃう。すぐ人のこと信用しちゃうから。はい。うん。ね、あんなわけわかんない人と勝手に仲良くしちゃダメだよ。はい。うん、心配だよ、ほんと。騙されそうですぐ。はい。うん、ちょろいんだから。で、何？16日30日会ってください。16は無理だね。忙しいね。何があり、あります？いろいろあるね、16は。14は？予定が。うん？14は？なんかね、大阪とか行ってくるのよ、やっちょさんと。なんかさっき、11日からなんか、新野球に会いに行くらしいよって、鳩が。そう、忙しいよね。いや、その辺こっちいないんですね、じゃあ。え？うん。あ、うん。深夜中に会いに行くんですねって。そう。ちょっと忙しい。ああ、どうしようかな。お腹下したら恥ずかしいな。おなら出ちゃったり。え、組み合わせいいです。あの、すみません。まあでも、あれ、コラボとかなるべく、流したりする。すみちゃんがね、今度16日誕生日なんだって。いや、ただ、いいです。全然、そんな、いや、言わなくていい。いや、それ以外に何にもないぞ。そこ応援されなかったらもう何も価値ないぞ。絶対そこは応援してもらうんだぞ。ひどいそれは。そうだよ、ほんとそうだよ。誕生日なんて1年に1回でみんなから祝われるなんてその日だけなんだから。その日は頑張って、すみちゃんも、ね、すごい、リスナーさんが喜ぶ格好。そんな時に男芸なんかやっててもしゃあないぞ。一番稼ぎ時なんだから。だから今日、今出かけるんですけど、その時にコスプレみんなで買いに行こうかなと思って。みんなで？あ、みんな、リスナーさんとね。リスナーさんとね。うん。そう。したら、なんか煙出てるって何？どういうこと？あ、違う。あ、違う。でも煙って言われただけ。ちょっと待って。うん。じゃあ、みんな、すみちゃんのこと応援してあげて16、なんか配信でコラボするぐらいだったらね、できると思うし。あ、それは全然時間あるときで、うん。うん。タイミング見て。いつかまた体空いたら会ってください。うん。ぜひ。いつでも。はい。DM ちょうだい。この前すみませんでした。うん。なんか二度と。今セブンイレブンが2倍フェアらしいんだよ。増量フェア。え、何が2倍なの？増量フェアで。あ、ない、ここに。ほら、もう売り切れだ。これ、チーズケーキが、1個で2個入ってんの。うわ、もう売り切れだ、ここ。やば。え、1個の値段で2個買えるってこと？そうだよ、1個の値段で2個食えるんだよ。え、ちょっと、だろ、空気じゃないだろ。だから今探してんだよ。あ、昨日食べた。すぐなくなっちゃう。さっきなんか、もちぷよがなんちゃらつってましたよね。もちぷよじゃない。あれ探してたの。あ、え、チーズケーキ？うん、さっきいっぱいあったのにもうなくなっちゃった。ここじゃないんだけどね、店舗が。そう。え、そのセブン行ったら探してみようかな。そうだよ、2個、チーズケーキが1個の値段で2個入ってるからお得だよ。で、ザルそばは 1.2 倍だから、なんかちょっと物足りないな。蒙古タンメンのカップラーメンのやつは謎肉が2倍入ってるんだよ。お得だよ。え、全部？いや、全部じゃない。何個か。
じゃあ、はい、1000バトルするか。やばいでしょ、それは。よろしくお願いします。あれ電波悪い、電波悪い、切った。もうなんかね、ウサまでバトルしたのになんかバトルする気ないわ。持ちポエ持ってんの、真ん中に線入ってる。今これ16日福岡じゃない、16日はもう東京帰ってきてる。こちらは新宿警察署です。何線入ってるって、真ん中に線入ってる、何、俺割れちゃったってこと、少なみずしってこと、何入ってない、線入ってるって何です、真ん中に線入ってる、少なみずしってこと、俺真っ二つになってるってこと、どういうこと、顔真っ二つってこと、治った、入ってる人と入ってない、入ってまーす、バグってる人とバグってない人がいるみたい。線入ってる、少なみずし知ってる、入り直したら大丈夫。チーズケーキだけ食べたいね、チーズケーキだけ。皆さんフォローよろしくお願いします。フォローありがとう、フォローしてくれてありがとう。フォローね、閲覧ね、今多い時にフォローしてください。髪型変える、まあ眉アートしてからだね、眉アート。さっきのいくらって言ってた、なんかなんとかメイク、アートメイク東京だっけ、アートメイク東京は値段いくらって言ってた、さっきの人。セブンね、あんまお腹いっぱいだからあんま食えないんだけど、チーズケーキ食べる。4D にした方がいい？ 5D とか出てこない？大丈夫？ちょっとしたら 5D とか出てこない？ショコラ BB。 ガードをお取りください、お受け取りください。チーズケーキ2倍のやつ、うわ、ないんじゃない、ここにもチーズケーキ2倍、なんで詐欺ってこと、もうあるよあるよって言ってないってこと、増量チーズケーキがない、増量チーズケーキがない。カップラーメンはある、謎肉のカップラーメンも食べたいの。あった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 きた、これ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 、あとカップラーメンも買っとこう、もうこたんねん、あったあった、謎肉謎肉謎肉2倍、謎肉2倍のやつがないね、謎肉2倍ってどこに売ってんだろう。まあいっか、これだけ食べよう。1個だけど2個入ってんだよ、1個だけど2個、うん、してんでいくらだったの、ピカピカと同じところでやったら安くしてくれる、友達紹介値段やってくれる、ピカどこでやったの、紹介して、コラボ画面になったまんま、そっちがバグってんじゃない、お支払い方法をお選びください。はい、さよう、袋つけますか、あー袋つけてください、はい、お支払い方法を選びください。お取り忘れにご注意ください。もう一度言ってみます。ただ、現金購入が終わりましたら、確認の上、OK ボタンを押してください。
完璧や。二つ買っちまった。で、二回で、大阪で二回で55,000円安い。行く。ピカ紹介して。明日行く。明日か明後日か。やっちょさんに譲ってやるか、じゃあ面白いところ。俺が明日大阪行って。ね、眉アートやるから。で、やっちょさんが出てきたところ、ルイジの眉毛つって面白いとこ見せてやればいいか。予約入れといて、ピカ。友達紹介して、どうにか45,000円にしてくんない、ピカ。いい？それで。あ、頭痛くなんなかった。譲ってやるか、新やっちょに。俺の。ピカちょっと。1万円だけ払ってくんないかダメか。ダメ。55,000円。2回で値段安いよな。で、それで 4D でめっちゃいいんやろ。ピカおすすめなんやろ。ピカのこと信じるか。ピカ、ピカ DM ちょうだい。ピカ、それで、あの、無加工で写メ送ってくんない？いや、俺絶対髪の毛剥げないよ。髪の毛めっちゃ多いもん。めっちゃ多い髪の毛。調べて、ピカ。で、あと見せて、ピカの眉毛。そう、濃くならない方がいい。そう、暇、マジで暇。でも2時から2 3時半だっけ、女の子来るから、それまで3時半からいいだろう。お前は今日一日中誰とも遊べないかもしれないけど、3時半からええ女の子が来るんやで、羨ましいやろ。そしたら 4D の毛並みのやつの方が、そうそうそう、毛っぽいやつがいいよね。ほら、もう こんなにさ、ここまで刈り上がってるからさ、もうどうしようもないねん。上髪型変えようがない、刈り上げすぎちゃった。オージーはもう当分一緒にないんじゃないか。次最後会えるのはいつなのかわからないくらい。だからビビ、確かに嫌なんだよ。顔全開にするのってさ、もう坊主みたいなもんじゃん。恥ずかしいよ。でも、あの、眉アートやったら眉毛出せるから、眉アートやったら出すよ、こう。眉アートやって、眉毛生やしたら、こうやって出してもいいけど、今、眉アートね、昔は眉毛描いてたんだよ、こうやって。ペンで書いてたんだけど、それめんどくさくなっちゃって。見てか、眉アートやったらさ、眉毛ないといくよ。なっちゃうから、眉毛がね、眉毛がないとか。眉アートしょ。眉毛書いてたんだよ、昔は。書かないとまずいでしょ。だから、眉アートを書き終わるまでは、こう、前髪、こうやってやっていきたいんだよ。コンプレックスじゃないよ。リップアウトしたい。必要。ファミクちゃん可愛いんじゃない。福岡やんけ。いい。11の夜だったら会えるよ、ミクちゃん。いい、遊ぶ。もう薄い、元から薄い。なんかね、昔の方があったねっていう人いるんだよね、眉毛。ラフ。見づらいか。この頃の方が眉毛あったよねっていう人いるね、ほら。昔から眉毛がいびつなんだよ、なんか。
高さが違うんで。薄いでしょ。これいつの写真かわかんない。ペカもね、子供作ったらこれ生まれてくるからね。ペカ太郎作ろう、ペカ太郎。ベビペカかペカ太郎どっちか作ろう。で、エミリさんの絵とルイージのルでエルって名前なんですよ。だからペカと作ったらペカのペとルイージのルでペルーって。ペル作ろう、ペル太郎。いい？ペル。ペル太郎作ろう。ペルー。ペルー。ペルーって。いい？ペカ。覚悟してきて。これ今。セブンイレブンでこれ見て230円、一つの値段で二つ入ってんの、やばくない？一つで二つ入ってんだよ、一つの値段で。今倍で増量で。だからさっき勢い余って四つ買っちゃった。四つ二個入り、二個入りで四つ買っちゃった。ここで四つ食べる。わあ、グロークの子、福岡。うさまの家迎えに来てくんない？夜に、12時ぐらい。4ついけるね、俺。結構甘党だから。11日の夜、あ、違う、間違えた。12日の夜だ、12日の夜、12日の夜。12日の夜に、うさまの家迎えに来てほしいね、夜の12時ぐらい。差が分かんないんだけど、気持ち悪くなるまで食べる。で吐く。まあタクシーでどっかまでは行くからね。15日まで。みつき可愛いんじゃない？みつき。なんか嘆したんじゃない？みつき。そう、また福岡行く。遊んでくれないでしょ？きぬちゃんも。12の夜。ワンチャン13も遊んでくれるってなら福岡行ってもいいけど。13の女の子がちょっと怪しいんだよね。遊べんのかな？わかんない。なんで謎に来ないの？スイーツ以外何の場合な。そば。ざるそば 1.2 倍とか。見つけかわいいでしょ。もう俺、逃さないから。エビ太郎に合わない。わかんないな。会いたくないね、今は。もうちょっと距離を置かないと。なさ、1ヶ月に2回ぐらいで座ってたらさ、なんかね、せっかく離婚したのに意味がなくなっちゃう。謎肉ないの？コールスローも倍。俺が見た情報だと、蒙古タンメンの謎肉倍だったの。いや、喧嘩ばっかだから、もうちょっと、離れてた方がお互いね、優しくできるのかなって、たまに会ったとき。なんか、こないだ会ったときはお互いに優しくできなかったね、なんか。こないだ会ったばっかりだったから。そう、俺に言われてもわかんないんだけど、なんか、そう書いてあった。俺は情報で見たから言ってるだけで。謎肉のやつ。謎肉売ってる。売ってない。ありがとうか。程よい距離感。俺が言ってたんじゃないからね。わかんないよ、その情報。ごめんね、嘘情報だったら。昨日の夜見たら食べたいなと思ったって話。まあ
やっぱね、エミリさんとシキさんに頼らないで閲覧を稼がないとダメだよ。男勢で頑張んないと。杏仁豆腐は無理やんけ。ちょっと食いすぎちゃったチーズケーキあんま、これこれカロリー半端ないね。もうみやびと遊ばない、絶対遊んでくんないから。もうみやびのこと嫌い。どうしま、どうしました？なんか落としました？どうしました？探しますか？みんなで探しますよ。何落としたの？教えて。めっちゃ探すから。ピアス？何？なんでもない。なんでもない？探すの得意だよ、俺。大丈夫？後で見つけたら言うよ。TikTok でルイジって調べたら出てくる。いいの？いいの？何落としたんだろう。逃げられちゃった。何落としたんだろう。金目のものか。あんだけ大切にするってこと、金目のもの落としたんじゃないか。まあいっか。声でかすぎて怖い。チーズケーキを画面狙って逃げられちゃった。イヤホン前歯落としたってこと。人見知りとかあるけどね。まあ向こうでどこにいるか分かったら追いかけていくの。本当かよ。ウサマンチに行くぞ。ウサマンチに11日にウサマンチ。唾かけてないよ。絶対なんか探してたのにね。俺のせいでなんか探さなくなっちゃったね。かわいそう。いやいや、ウサマと遊べなんて言ってないよ。ウサマンチ行くからその帰り12時ぐらいに迎えに来てて、12日の、今3つ目食べるとか3つ目。そう、12日、11日は、まだ大阪にいると思うんだよな、12日の夜迎えに来てほしい。24時ぐらいに、ウサマンチに。さすがにウサマンチ泊まりたくないね。坂なんじゃない？でも、福は越えるの坂でしょ？エミリーさん家から20分で行けるって言ってたもんね。車から20分。めっちゃありがとう、久しぶり。やっちょはいらない、やっちょいらない。やっちょはうさまんち泊まればいいんだよ。4個いっちゃうもん、あと1個。今日はチーズケーキパーティー。配信しなくていいよ、しないよ。なんか、ちょっと、なんか、ツイッターから写メ欲しいね、写メ。虫がいる。やっちょさんに確認。もう今んとこ完璧だね。やっちょさんにも言ったし。ハト飛ばしといてね、やっちょさんにも。11日朝、やっちょさんち行って、久しぶり。ずっと新宿？わかんない。ちょっと、今日から予定がいっぱい。今日、芸能人の人と遊んでる女の子と遊んで、今日明日と多分泊まっていくでしょ。メロメロで、まあ喧嘩しましたと。喧嘩しました。で、あさってか11日がやっちょさんと福岡大阪に一泊で、12日がやっちょさんとうさまの家の方で一泊で、13がちょっとね、予定が入ってるのか入ってないのか中途半端な約束があって、14、15、16、17まで遊ぶ予約が入ってる。
忙しい時は忙しいんだけど、暇な時暇だからね。わか。福岡には12しか泊まらない。12か13どっちかだね。泊まるとしたら。もうお腹いっぱいだこれ。4つは。いや、いつも最近ポジティブの時暇暇って言ってたじゃん。入らない時は入らないんだけど、入る時は入るんだよ、ポン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 。完食。やばいわ。この一つのチーズケーキ482カロリー。2000カロリー食っちまった。やべえ。俺いつもカップラーメンで、いや1個って書いてあるよ、1個482カロリー。ありがとうパパ、ありがとう、いってらっしゃい、仕方。だからいつもカロリー計算して、カップラーメンで350カロリーだから、あの、スンドゥブのね、350カロリーだから、あれ3つ食え、3つで1日終わらせれば、ね、1000カロリー食べないから痩せるかなと思って。本当に言ってんの、みやび。期待していいの？いつもみやび遊んでくれないからね、うさまんちとつりに来いよ、絶対。住所分かったら、みやびに送るから、現在地送るから、お前本気で来いよ。あの、セブンイレブンのチーズケーキが今、1個250円で2つ買えるんですよ。増量フェアで。だからね、今、お得ですよ。セブンイレブンの増量フェア。謎肉なかったの？担々麺の。家入ってこなきゃいいじゃん。うさまんち。行っても。別にリスナーさん一人ぐらいにさ、家の近くでの待ち合わせするぐらい行くね。近くのコンビニとかさ。うさまに迷惑かけるようなことしないよ。言わないよ、教えないよ。近くでよくない？家の近くぐらいならよくない？うさまんちを知るわけじゃないよ。じゃあ、ウサマがどこでも送っててくれるってこと？大変じゃん、ウサマ。見えそう、近く。牧野うどんあたりで。山奥らしいの、怖。山奥でいろりでご飯炊いてるって怖。原始人みたい。怖。うさま怖い。大丈夫、怯えないで、うさまに。あ、やっちょさん来た。やっちょさん、OK もらいました。12日、うさまの家で、いろり配信決定しました、やっちょさん。11日、あの、朝配信終わったら、やっちょさん家行きます。やっちょさんは女の子と遊びたいって言ってたんだよ、 LINE で。女呼ぼうぜって言って、女紹介しよう。あの、それなんか、あの、ちゃんとやりますんで、なんとかやれたら一応聞いてます。女の子より配信だから11日に、やっちょさんも宣伝しといてくださいよ、俺も言ってますから。11日に朝配信終わって、
朝配信やって、その流れで、ね、やっちょさん家迎えますよ。だから、やっちょさんが、もう、大阪行けるでーって、大阪かね、なんか名古屋かわかんないけど、もう新幹線乗れるでーっていうところまで行ったら、準備できたら荷物とか準備できた、どうせやっちょさん、あれでしょ？前日から用意とかできない人でしょ？うん。なんか、エミリさんと一緒で何回も朝こうやって服変えては来て、これちゃうな、これちゃうなって何回も5回ぐらいコーデし直して、そっから決める人でしょ？やっちょさん。うん。だから、ね。朝配信やって、やっちょさんが準備できたよってところで、パッと出れるよん。で、まず11日、大阪のがいいっすか？大阪とか、名古屋とか。で、行って、ちょっと、とつまちしたり遊びながら、一泊して、で、まあ、ちょっとゆっくりしてでもいいから、12日に、福岡行って、福岡でも遊んでもいいし、遊ばないんだったら夜にね、福岡に夜ぐらい着くように行って、うさまに迎えに来てもらって、うさまんちでいろり配信やって、まあ、その後はね、なんかどう、うさまんちさすがに泊まんの嫌じゃないですか、やっちょさん。ね、なんかどっか行くんだったらあれだし。個人個人でね。うさまんち終わったらもう解散でね。夜は多分やっちょさんも俺も、夜遊びしたい人でしょ？どうせならね、その現地の女の子、勝負したいよね。やっちょさんと女芸、どっちの方が沸かせられるか。どっちの方が可愛い子と捕まえて女芸できるか。うさまんちわかんない。どこまで迎えに行ったらいいのかわかんないね、うさまんち。でも、久留米だったら、ね、博多とかから1時間ぐらい行けるでしょ？みやびいい？沸かせる？みやび迎えに来れる？夜、うん、やっちょさんのがリアト多い？だからエミリさんの家からだってさ、ね、20分で行けるんだからね、なんか迎えに来てくれるでしょ、そこらへん。うさま迎えに行くって言ってたの。いや、ナイスさんとバトルになったらみんな応援してくれる？ナイスさんに勝たせてくれるんだったら行ってもいいけど、ナイスさんに勝たせてくれないんだったら行かない。別に会う価値ないし、コラボしても何意味ないし。また突ろうかなって何、さっきも一回でも突ってきたことあんの？応援してくれる？ナイスさんとバトル。このタイミングで来るってことは、なんか投げ師さんがいるんでしょ、多分。ナイスさん。ギフトも飛ばないオワコンがって言われるぞ。マウント取られるぞ。ナイスさんに勝たせてくれる？あ、クルメで取ってくれた。あ、嘘でしょ？あの子もしかして可愛い子じゃない？え、誰？クルメで取ってくれた子って誰？一番最初かな？あの、ちっちゃい子かな？なんかメガネかけてた。それか旦那がいたのが二人ぐらい旦那付きできたな。あれだぞ。君たちのせいで。フードウェイ行かないよ、もう。そりゃさ、ナイスさんのグループはさ、ね、バトルしたくてしょうがないんだから、バトルしてほしいだろ。こっちからしたらバトルしても別にって感じだし、ナイスさんとコラボする価値がないんや。ユニバ行きます？意味がある。あ、ユニバ投げてくれるってこと？日本人さんが？本当？マジ？ユニバ投げてくれるんだったら勝てるってこと？嘘。セブンで取った。え？セブンで？クルメでセブンで取った？あー、あのね、旦那付きのね、あーね、あーね。ちょっと、やんちゃな旦那さん付きのね。あ、あるチャンネルありがとう。
話しかけろよレイは。なんで話しかけてこないんだ。今来た。見つけたの人だ。あーね、あの怖い人だ。怖い。ユニバ本当に投げてくれんの日本人が。ナイスさん倒してくれんの。もうこっちは2000やったんだよ。今から群馬来てください。今日はダメなんだよ。タソタソごめんな。遊びたいのは山々なんだけど。服可愛かった。ありがとう、レイちゃん。もう一回来てくれてもいいけどね。じゃあ、ユニバ投げれるんだったら、ね、今から1000コインのギフト投げれるでしょ。あの、お金、まあ、1000コインぐらいのギフト投げてくれたら、ナイスさんとバトルするわ。それでいい？日本人さんが1000コインのギフト投げてくれたら、行くか。ユニバ投げるんだったら余裕じゃない？1000コインぐらい。うん。1000コイン投げてくれたらバトルするか。ユニバ投げれるんだから1000コインぐらい余裕よね。うん。口だけ怖いもん。アトラクションの方？ユニバ行きますって。今からユニバ行ってきますって言って。あ、ユニバ、関西のユニバか。勘違いだった、ごめんね。行ってらっしゃい。ユニバ行きます。あ、行ってらっしゃい。行きます。行ってらっしゃい、ユニバ。楽しんできてください。日本人さん。なんだよ、勘違いさせるんだよ。ユニバ行きます。行ってくるだけなんですか。ややこしいわ。ほんとややこしいわ。見かけたら声かけてきてくれてもいいし、だいたいみんなハグしていくよね、ハグ。ありがとう、来てくれてありがとうって言って。タイミングが悪かったね、ユニバ行きまーす。寒い、今日。今日だから。で、ハグね、したい。いっぱい買うものあった。俺ちょっと薬局まで行って薬局で配信切ろう。見て、天気雨。雨降ってんのに晴れてんのに。晴れてんのに雨。天気雨。ちょっと強い雨降ってきた。ドンキで買うか、ドンキで。12、13は福岡いないんです。12はいるかもしんない。13はわからん。まあ、早い者勝ち。まず、写メくれて、ね。ツイッターから写メ見せてくれて、遊ぼうって言って、完璧に決まった人がいるから。遊んでいくよ。メジ？メジ？12合ってたみたいです。うん、12、12。まあ、わかんないね。普通に突に来てくれたらね、大阪だったら11いるかもしんないし、いる予定、11の夜とか。11の夜だよ。11の夜大阪にいるよ。11の夜は大阪だと思う。多分大阪で一泊して、12の夜、様の家に行って、ね、日中、午前中は暇かもしれないし、夜はあれかもしれないし。俺とやっちょさんでさ、あの、博多のさ、あの、博多でさ、一緒に脱毛やってもらおうかな。脱毛の女の子いるじゃん、おはよう。1万円で脱毛やってくれる女の子。あの、女の子んち面白いから、あそこでやっちょさん、ね、VIO 脱毛してもらったらおもろくない？やっちょ、ね、あの子もさ、いたでしょ？真夏ちゃん？そうだよ、大阪に、心斎橋にいる、行くよ、行く。11日か12かわかんない。11に。配信中にね、あの、あれなんだよ、なんか、遊びましょう、遊びましょう、みたいな言ってきて、デートするのかなと思ったら、なんかその女の人が脱毛サロンやってて、なんか1万円取られて脱毛いきなりされたんですよ。配信中に。で、下映せないからここだけで、あー、痛えみたいな、痛えみたいな。うわーみたいな。誰にでもするんで、とつってあげてください。誰にでもするんで。そうだね。なんかね、そう、結構気合い入れて配信、配信じゃない、なんかね、
TikTok で宣伝してる女の子でおもろいんだよ。まあそれくらいね、信用がないんでしょ。見た見せ、俺もやだよ、わかるよ。なんか俺も慣れちゃったからあれだけどね、やっぱり家とか移されたりとかね、移されたくないとこあるよ。みんなあると思う。おはよう。いろいろな場所変える、そこまでやんなくていいのにね。そんな、なんか手間かけてまで俺らのこと呼ばなくても。それでもやっちょ来てくる、わかんない。いやいやいや、どうしてもいろりがいいって俺らが言ってたんだよ。あのね、畳があっていろりがあって、あそこで配信したいよね。面白そうじゃん、それが。おはよう。やっちょさんと別にね、そこまですごい仲悪くはなってないけど、やっぱりね、こう、わかんないよ、やっちょさんはどう思ってるかわかんないけど、俺はやっぱ比べられると、ね、なんか負けたくないなとか思うし、やっぱり俺はやっちょさんの配信を見て配信始めた人だから、ちょうどいい。ちょうど可愛くない感じがちょうどいい。ね、なんか人間みたいな髪型してるわ。ちょっとブサですね、ちょっとね。ちょっとブサですね。わあ、ブサですね、ちょっとね。人んちの犬だから怖いね。ちょっとブサですね。仙人みたい。ねえ、ちょっとね。あれがあれで可愛いんでしょ。で、そう。やっちゃさんとね、こう、難しいとこがあったね。でも、ゆくゆくはね、やっぱり、やっちゃさんの配信の仕方っていうか、こうね、楽しいことをしたいっていうのはね、賛同してるから、旅とかいつかは行けたらいいなと思ってて、やっとやっちゃさんがね、それをオファー受けてくれる気になってよ。サドル帽子買う？買ってもね。まあそう。言ってもやっちょさん、そんないつも閲覧2000ぐらいいるイメージあるけどね。警備員2人？そんなお金あるんだったら無駄金ね。やっぱお金の使うところが無駄よね。すごいよ、やっちょさんは。14年間すごいな。ちょっと面白くなればいいね。ただやっちょさんな、ほんと自爆譲らねえからな、こっちが気使うんだよな。リュック買う、リュック。昨日3日、サンケットチャンネルだった、でも、まあね、そう、タイミング悪かったらね、閲覧がね、伸びない時もあるし、いろいろありますよ。クラムチャンネルック。オンダライブして、まあ、決められないからね、やっちょさんがいいって言うんだったら、もしかしたらね、オンダイナのところに遊び行ってもいいし。ということで、じゃあ配信を切って、ちょっとドンキに買い物行ってきます。ドンキ配信できないんで。最後に行くか、女のところ顔出してやるか。
ギャルも好きだしね、何でも好きですよ、女だったら。ホンダ、おはようございます。どうした、ホンダ、歯が出ちゃってるぞ。どうした、やめてください。ホンダどうした、恥ずかしいと歯出ちゃうのか。そうなんですよ。そっか。どうしました、おはようございます。11日、やっちょさんと大阪行くから。あ、え、でも私なんか、11日かいつまでいるんですか。暇だったら遊び来いよ。え、行きたいんですけど、なんか新やっちょがリアルではなんかもう恩田とエナには合わないみたいな。大丈夫だよ、巻き添いで言われてるんですけど、あの人がめちゃくちゃ会いたがってるのに。まあね、なんかタイミングが良かったらね、なんかわかんないけど、うん、ねえ、せっかくなんだからね、オンダエナがグループが今湧いてんだからさ、どうしましょう、コラボすればいいのにな、ご飯ぐらい食えればいいのにな。そうですね、うん、え、じゃあエナちゃんにも言ってみる。この前なんか、なんかなんだっけ、ルイジ君がなんか大阪来るみたいな感じになってたから、エナちゃんが呼びたいみたいな感じやって、でも朝でまだ東京にいるみたいな感じやったから、あ、おるんかみたいな。なんかさ、俺が行った時って多分夜の11時とか12時ぐらいなんだよ。11時かな、うん、でもうすでに泥酔してて、うん、俺多分2時3時ぐらい始発で帰ったのかな、4時とか5時に帰ったのかな。え、始発で俺との記憶なんて多分ほとんどなさそうなのに。え、あー、えなちゃん、えなちゃんだ。ああ、え、でも、あ、確かに、なんか俺と話した記憶ない、あるって言ってた。いや、なんか、うん、ないって言ってたような気がする。なんか身長の話になって覚えてないみたいな、覚えてないみたいな感じだったから、それ覚えてないみたいな、そう、何も覚えてないみたいな感じだったけど、まあでもだからこそじゃないかな。まあ11日かな、なんかね、せっかく大阪行くんだから沸かせてたらいいな。何曜日ですか、11日って。わかんない、11日何曜日かもわかんない。え、あさって、あさってかも、あさってだよ、うんうんうん、コラボしたいかもね、せっかくなんだから。で、やっちょさんの携帯を、あ、土曜日だって、土曜日、10日、あ、土曜日だから、どっちかがやっちょさんの携帯奪って配信切っちゃって、2人のどっちかの枠でやるんだぞ。分かったか。分かりました。もし嫌がってても突死に行きますね、えなちゃんと。そうそうそう、携帯奪って配信切らないと、あの人閲覧は譲ってくんないから。うん、あの人の3人で携帯奪ってね、2人のどっちかの枠でやっちゃうんだぞ。わかりました、頑張りましょう。頑張って取り合いしちゃいましょう。やっちょから携帯奪うぞ。わかりました、 AAO で。じゃあ、ほんだ、またな。また気をつけて来てください。うん、じゃあね、バイバイ。ゆきんちゃん、ありがとう。ちょっとザラザラしてた。ちょっと生えてきちゃった、毛が。昨日剃ったばっかりなのに、ちょっとザラザラして。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました。ありがとう、みんな嬉しい。俺ね、一回剃ったらね、もう一ヶ月ぐらいね、剃らなくていいやって感じ。なんか伸びないし、あんまり、うん、またね、ありがとう。今日もありがとうございました。たくさん応援してくれて、最近ね、予定がいっぱい入ってきて嬉しいな。うん、またね、DM ください。早く予定開けてく。女の子って大体さ、今日、明日、明後日のさ、予定入れれないんだから、早めに連絡して予定立ててほしいね。1週間後とか2週間後ね。またね、バイバーイ。
DM ください。ステッカーも送りたいんだけどね、お世話になってる人から。大変だ。またバイバーイ。またね、フォローもしてね、みんな。バイバーイ。